どうもこんばんは、グラと申す者です。よろしく。さあ今日も家作っていくかな。それちょっとだけね、一人でやってきましたね。今夜かこれ。ヨーグラ助けてやるよ。ちょっと一人でやってきたわ。とりあえず寝よう。とりあえずあれを作った。やっぱこれ失敗してんだよな、この手前の方。なんだっけ、なんとか城。これ失敗したな多分。これあのさ、木を生やすとこなんですけど、こっち側の作り方を失敗した。こっちはね、特に考えなくていいらしいからうまくできたんだけど、なんていうんだっけこれ。でも千葉雨大丈夫かな、んかめっちゃ雨降ってる。多分この葉っぱが邪魔してんだろうな。何城って言うんだっけこれ。なんとか林城。あの木を育てるとこを作って、なんかね、こっちの方はなんかいるぞ。このカシの木っていうんですか、うまいことなんかオブジェクト置かないと、なんか知らんけどうまく狩るのが難しいらしいんだよね。で逆にこの白樺の木ってやつは特に何もこうだ、何もなんか気にしなくていいらしいから、とりあえず間隔を空けて植えれば大丈夫。でこいつ育ってないな。とりあえずこれが、これ昨日作った、昨日じゃない、さっき作った。まあとりあえずあれは後で考えよう。あとはね、下の採掘場もちょっと変えてきて、結構ね下の方まで掘ってきましたね。今日採掘場をちょっと凝って作ろうかなと思ってんだよな。で採掘場はこんな感じにして、まあ、この間をガンガン掘っていくみたいな感じ。座標これ座標の表示の仕方が未だわかんねえんだけど、ここちょっともうちょっとな、床とかを変えてからな。これ配信会でやってた時間の方が長いだろ。だいぶやったわ。設定、設定か。設定ってどうやって開くの。 Y 違うな、スタートボタン、これだろ。さあ、設定でどうやって出すんですか。俺わかんねえよ。プロフィールか、座標はもういいか。座標はもういいか。大丈夫だろこれきっと。ちょっとな、このなんか採掘場もちょっと凝りてんだよな。床がさ、床をちょっと木にしようかなと思ってるんですよね。ちょっとおしゃんな感じになるんじゃないか。座標なくても困んない。そう、わからん。とりあえずこのフロアっていうんですか、まあ、穴掘っていくとかはどうでもいいんだけど、この辺はちょっとね、多分木にした方がおしゃれな気がするから、ちょっとそこを今日やっていくわ。この辺ぶつかった洞窟とか埋めながらやってる。洞窟は埋めました。あ、でその前にあれ、島根人さ、昨日島根人がペリカンに変わってたんですよ。昨日見たら、昨日見てた人は分かると思うけど、あいつどうなったんだ。さっきもね、島根人見つけて、それはもう殺しちゃったんですよね。ペリカンに変わってたけど、ペリカンのまんまだ。あ、やべえ、落ちちゃった。島根人なんでペリカンになっちゃったんだ。マジ不思議で仕方ないんだけど。なんだこいつは。他はね、あんまいじってないですね。あんまだからほとんどいじってない。この辺ちょっと整地して、なんか階段とかを作ったぐらい。こんな感じでぴょんぴょん飛ばなくてもね、このお家に帰れるようになった。あれ失敗してんだよな多分これ、なんか配置かなんかを。こっちの木のやり方ミスってるわ多分。なんかこの辺成長、でも成長してる木もあるんですよね。よくわかんねえわ。これのなんか葉っぱも全部刈らなきゃいけないのかな。採掘場の高さちゃんとやったの。高さ適当にやった。正直家はね、改築してない。いろいろなんかその環境を整えてたけど、家はね、家でもね、作る場所決めたんですよ。そういえば昨日言ってなかったけど、これ今仮の拠点なんですよ。向こうにさ、なんかちょうどさ、氷の山みたいのがあるじゃん。だからこっから橋を作って、この氷の山をなんかうまく使って家を作ろうかなと考えてる。無謀ですかね。俺野望ができたわ。無謀かもしんねえ。村とかはね、そのうち探索したいっすね。
これさ、やっぱ葉っぱとかも全部落とさなきゃいけないのかな。うまく育つ木と育たない木があるんだよな。多分このオブジェクトが邪魔してるのかもしれないけど。投資しよう。いや大丈夫、床暖房つけるから。葉っぱ放置でいいの？いやこれやっぱ間違えてんのかな。なんかね、こんな感じでいい感じに物置かないと木がなんかあらゆる方向に伸びて、すごい刈り取るのが難しくなるらしいんですよね。だから多分なんかをね間違えてんだけど、育ってる木もあるから、まあとりあえずはいいかなと。とりあえずは全く木が育ってないわけじゃないしな。大丈夫っしょ。これクリエイティブとかで、クリエイティブってなんだ。俺ずっとゾンビと戦いながらやったぞ。お前らがハードモードでやれよって言うから相当死んでますからね。ここだけの話、めちゃくちゃ死んでるわ。なんかまあ死んだ状態でなんかもう一回死ぬとアイテムなくなるみたいなのなかったっけ。なんかなくなってないんだけど、よくわかんねえ、よくわかんねえわ。こっちはカシの木を、カシの木系のやつを入れる。でもカシ今回使うな。持っていくか。時間経過だけ、やっぱあれか、単純に時間が経ってないからだけってことなんですかね。あ、時間経過でなくなるのアイテムが、そういうことね。敵が強いだけでメリットないのないんじゃない多分。モーディスの時も裏でやってほしかった。そういうこと言うなよ。ちょっと待って、飯食って力にこもろうぜ。飯が全然ないんだ。そういえば生酒、これさ焼けば食えるのかな。この辺焼くか。つかあれだな、小麦とかを作りたいんだけどさ。小麦畑、小麦の種って何？小麦の種って種ですか？俺種ってのを持ってんだよな。そういえばサトウキビ、これ種ってさ、小麦育ちますか？小麦畑作ろうかな、今日。蜘蛛の目も食える。ほう。この種、マジか。小麦畑確かさ、水がないと作れないみたいなのあったよね。どの辺に、この辺作るか。あ、この辺小麦畑にしようかな。いいかもしんねえ。あっちが木だし、その反対側みたいな。ちょっとこの辺せっかく整地したけど、ぶっ壊すか。その辺ちょっとせっかくちゃんと作ったんだけど、ちょっとぶっ壊すわ。水から5マスまで、なるほど。あのさ、穴、水のとこで穴掘ったら川みたいになるじゃん。あれをうまく利用して作ったらいいんじゃないかな。脱走したペリカンは殺し食った。脱走したペリカンだからこれだよ、これ。これ、生の鶏肉。これが脱走したペリカンです。で、なんか柵みたいのがあった方がいいだろうな、畑は。なんとなくだから柵を作ろう、まず何個か。どこだっけ柵、わかんねえ。この辺ないですか。あ、これだ。カシの木でいいかな。カシの木ばっかになっちゃうけどな。これとりあえず大量に作っとこう。全部いいや、やっちゃえ。でいまいちでもイメージ、まずイメージがつかねえ。とりあえずこの辺を掘ろう。いや本当はブランチマイニングしたかったんだけど、飯に困ってるから今。ペリカン、いやあのペットのペリカン食わなきゃいけなくなっちゃうからさ。あと羊畑、羊畑とは言わなんか、なんだろう、農場も作りたいんですよね。やることたくさんありすぎんだけど、このゲーム。これはペリカンとアユミ名前つけましたね。そのうち名札でちゃんと名前つける。あれは、スコップないんだけど。釣りしたら相当強くなれる、マジで。釣り竿でも持ってんだよな。釣り竿持ってるけど、まあいいだろう。とりあえずはいいや。あれ、本当はこれ整理したいな、このぐちゃぐちゃな。これよろしくないわ。そう、鉄持ってなかったっけ。ちげえわ、シャベル、鉄シャベル作ろうと思うと鉄がないと。あ、鉄あるな、1個しかないな。やべえよ、もう足んなすぎる。いいか、木のシャベルで。石のシャベルでもいいか。てかあれだな、砂はそんな硬くないから。
待って、ちょっと待って、その適当にやるとまたわけのわかんないことになるから 壊れすぎなんですけど。多分何個か持ってこようよ、ちゃんと。シャベルは石で十分な気もね、そんな気もするよね。あれか、棒がないんだ、まずそもそも。あら、棒をたくさん作って。シャベルは石でいい気がするな。こんだけあったらいけるだろ。やべえ、ぐちゃぐちゃすぎる。ちょっと待って、整理してえな。ほい。柵は後で使うでしょ、これ。土もね、結構使ったりする。まあ、一回この辺を全部預けちゃおう。スズランとか何に使えるんですかね。こんなに進めたいのに土と砂分かってないのかよ。すいません。いるぞ。こいつ肉あげたらね、仲間になるらしいんですよね、そういえば。ベッドあっちの近くに持っていくか、破壊して。なんだお前、肉欲しいのか。おら、おら、おら。かわいそうに。やべえ、なんか来た。ちょっと待って、寝たいんですけど。夜早くないか。俺犬派じゃないからな。犬は見つけ次第殺すことにした。そういうスタイルでいくわ。ちょっと俺はこのマイクラ、犬は殺す。それ以外はみんな友達になります。犬だけはちょっと許せないんで殺します。そう、鉄全然ないんですよ。だから掘ろうと思ったら、鉄結構使ったんだよね。なんか燃えてるやついいんだけど、やばいな。ちょっと待って、とりあえずまずは食、これ多分これチャート組んでちゃんとやんなきゃいけないからな。まずは食問題を解決するわ。とりあえずさ、小麦畑作ろうぜ。今日の放送中に行けるか分かんないけど、せっかく水場もあることですし、これだな、ジグザグにしてこう。なんかそっちの方がおしゃれ感が出る気がする。やべえ、間違えた。ドクターストーン開幕そんな多分ね、科学的なことは何もない。原始的にいくわ。こんな感じでジグザグに斜めに土地を切ってやっていこうかなと思ってるんですよね。マジでマイクラガチで頼むわ、手助け。ジャックオランタンってやつが欲しいんだけど、なんかカボチャをゲットして、カボチャをに穴開けて、それを松明と合体させるみたいなクソめんどくさいことをしなきゃいけないっぽいんだよな。だからしばらく先だわ。このここら辺まででいいかな。でこんな感じにしていくのはどうだ。やばい、余計に掘っちゃった。違うな、なんか違う、思ってたのと。あ、これでいいかも。今日どれくらいやりますか。とりあえず小麦畑をなんか汚くてもいいから完成させたいな。小麦畑が完成するところまでやりたいけど、それがどれくらいかと言われると正直わからん。今日の放送中にそもそも完成するのか。あー、ミスった。もうバケツあるの。バケツない。あ、バケツがないといけないんだっけ。そういえばバケツでもさ、鉄とかで作れんじゃん。鉄がねえんだ、おいでバケツがなくてもさ、海から水引っ張ったらいけんじゃないの。無理ですか。無理ですかね、海から水引っ張ったら。できるけど汚くなる、マジで。ちょっとやってみるか。まずこんな感じにするじゃないですか。これでなんか一応なんか思ってたの通りになってる。この辺ちょっと埋めちゃおう。塩害起きそう。それ塩害って塩害って塩害で合ってますか。漢字読めないからな。とりあえずはこんな感じにして、で、階段をまずは置く。あれ、これどうしたらいいんだ。
水際を埋めると上がれなくなる。そうか、ダメなのか。まあ大丈夫でしょう。大丈夫大丈夫、きっとなんとかなります。これさ、こことここっていけんのかな。なんかこの間あたりうまくやると、あれなんかダメだ、どっちかを間違えてる。どうしたいんだ。あ、これでこれでいけそう。ほいで、こうしてこうしてこうする。違うこれいつも分かんなくなんだよな。こうか、いつも分かんなくなんだよな。多分こうで、こう、ああ、完成図が全く見えてこない。いや、俺の頭の中でできてる完成図。ここのこの辺から水をこうやって持ってくるみたいな分かりづらい、分かりづらいな。階段じゃなくてハーフブロック置けばよくない。何そのハーフブロック、そんなのあったな。そういえばでもなんかもう階段でここまで作っちゃってるからな、今さら変えるのもちょっと変じゃない、変じゃないですかね。あれかな、いちいち破壊しなきゃいけないのかな。木の階段は三角屋根とかにも使えるし。ああ、なるほどね、天才。あ、これやらかしたやつだな。ういで、でどうしたいんだ。こうか、頭おかしくなりそうなんだけど、これずっとやってると。桃鉄、桃鉄じゃない、ラベラチダルにゲームイコール桃鉄になってる俺の中で。破壊しなくてうまくやればできる。あ、そうなの。こうか、違うな。桃鉄の犬本当に桃鉄の犬だよな。どんだけ桃鉄やったんだ。しかも俺の桃鉄で多分後半クソすぎて宣伝にもなってないからな。桃鉄の案件ももらえそうにないと。あ、間違え、やべ、ミスった。脳が侵食されてら本当だよな。でもやっとな、あれが終わって神ゲーで遊べるようになったからな。こっからも神ゲータイムよ。ただのネガキャンマジでごめんって感じだわ。桃鉄の会社ってどこでしたっけ、わかんない。ゲームフリークでいいか。ゲームフリークにはごめんなさいしないと。あんなディスったからグラのなんちゃらかんちゃら。なんかこれ違うな。サザナミタウンの BGM だけで安心する。マジで桃鉄の BGM に変えていいっすか。俺トラウマでなんかジンマシンとか起きるかもしんないけど、俺自身桃鉄の BGM に変えるか。なんかこれしくってる気がする。なんか違ってる気がする、どっかで。まあいいか、これはこれでなんか悪くない気がするな。もうダメじゃない、ダメじゃない、これダメだ、もうバグった、脳みそがバグった。でもこの辺はぶっちゃけもうあんまりどうでもいいというか。何作ってるん。この辺はもうあれか、つなげちゃうか、むしろ横に。作っているのは畑畑なのかな、畑ですね。とりあえずやべ、なんかおかしい、なんかおかしいぞ。おかしいけどもいいや、これでよしとしよう
で、ここをなんか埋めたら上がれなくなるらしいから、やばい、上がれなくなった。よし、できた。これでとりあえずは OK で、やりたいのが水を引っ張ることだから、あ、じゃあその一応この辺に置いとくか、松明を。ほい。で、ここから水を取り入れたいんですよ。本当に来んのかな、水。水来ますか、これ本当に。え、来なくない？あ、来てるな。やばい、やばい、勘でやっちゃった。勘でやっちゃったけど、多分大丈夫。え？水全然来ないんですけど。ダメじゃん。水全然来ねえよ。なんだこのやる気のない水流。おーい。バケツ作るか。あれ、バケツ作るには鉄が必要っぽいよね。え、じゃあ結局地下で労働してこいってことですか？そういうことだな。畑作れる範囲は水沼すから、4マス、さっき5マスって言ってなかった。でもやりたいことがあるんですよ。こうやって水を持ってきたい。だから、ちょ待って。もう一回だけやっていい？ちょっと。もう一回だけやっていいですか？やりたいことがあるんだよ、俺には。こんな感じにしたいんだけど、水が全然来ませんね。あ、ここ、こんなに来なくてよかったな。全然水が来ない。これあれじゃない？この下のとこ掘ったらいけそうじゃない？なんかこの下のとこがさ、なんかせき止めてるだけ説ないか。なんかダメっぽいな。階段の形に合わせたいの。いや、単純にこうやってぐるーっとしたいだけ。だけどなんかダメっぽいわ。こんな感じでつなげたいんですよね。やばい、夜だ。やりたいことがあるんだけど、センスがなさすぎてやれない。完成図のお絵描きみたい。え、でもなんか俺の想像してるのと違う。だったらもういっそこうやってつなげるか。こうやってつなげて、何このやる気ないの、この水。何が悪いんだ。バッテリーロー、なんで。ちょっと待って、俺のイヤホンがさ、バッテリーローになってる。あ、でもなんかやりたいことはできそうな感じ。水路だけ作って後で水で流そう。それがいい。そうっすね。でもこんな感じにしたいんですよ、要は。で、この辺に畑を作る。で、この辺に橋を建ててね、橋を作って、この辺に畑を一面に作りたいんですよ。でもなんかもっと丸っぽくしたかったんだけど、でもマイクラって丸にするの無理か。ジグザグにしたらいけるけど。だからこの辺4マスって、でもあれだな、もっと、まあいいか、別に4マスじゃなくてもいいんでしょ。だからこんな感じで麦をバーって作っていきたいんですよね。あとこっち、まあいいか、これでバケツを作りに行こう。とりあえずよし。バケツは確か鉄が必要だったはず。やるか、ブランチマイニング。気合い入れて作ってきたかな、ここも。あれ、待って、ここをさ、床を変えたいって話したんだよ、そういえば。やべえ！もうダメだ！やりたいことが多すぎる。深さ合ってんの？いや、知らん。知らん。それさっきも話題になったけど、結局わかんなかったから、合ってるということにした。ジャンプで移動すると作物壊れるから、水路の上半、水路の上半ブロック、あ、そうそう、なんかそれ前やった気がする。水、あれだね、半ブロックだと水の流れが止まらない的なあれでしたよね。まあやった気がする。そう、なんかね、ゾンビがずっと喋ってんだけど、どこにいるか分かんないから。来た、なんだここ。穴開いてる。なかったことにしよう、ちょっとこれ。
あ、やばい、木預けてきちゃった。探検しようや。探検したいんだけどな。でも飯がないからな。スライムが近くにいる。めっちゃ雨降ってる。俺これ雨の中寝なきゃいけないの、これ。あ、夜になったら。さっき雑にこの辺に突っ込んだような。丸太しかない。いや、木材があった気がするんですよね。あっちか。ほい。あれ、貸し不足。これもしかして春か。せっかくだし。チェストだらけだな。チェストはまあ今後も使うかなと思って、とりあえず使ってないのもあるけど、とりあえず作った。今後も使うだろうなという想像のもと。やべえ、壊れた。おい、またかよ。またなくなったか。グダグダ。もうちょっとね、効率よくできればいいんですけどね。申し訳ない。とりあえずちょっと島根人に挨拶しに行くか。元気か、島根人。元気そうだ。島根人じゃなくなったけど、でも島根人か。ペリカンも、ペリカンも島根人 と言えるんですかね。犬、いや犬は、犬殺せってこと。むごいこと言うな。鉄の斧ってさ、鉄がないから作れないのか。骨でゲットできる。あ、そうなの。骨、俺それ骨持ってた気がするな。骨持ってた気がする。犬ってなんか食えたりしないんですかね。犬の肉的なのないのかな。ないのかもしんないな。骨はピッケル優先。ピッケルか何かわかんねえんだけど。マインクラフトというゲーム難しすぎる。やることがマジで多すぎる。やることが多すぎて全然まとまんないんだけど、さっきからこんなもんなんですかね。みんなみんなちゃんと、もっとちゃんとやれるんだろうな。玉剣って最初に与えられるんじゃなかったっけ。そうかも、そうかもしんない。これでもさっき穴開いたところにさ、あれ溜まったりしないの、あの雨が。無理だろうな。でもあれか、種植えるだけ植えといてもいいかもね。水辺だし、海の、あれ海とかじゃないよね。あれ海とか関係ないよな。水は水ですよね。犬肉はないけど一緒に戦ってくれた気がする。へえ。これ最悪この辺に種まいといたらさ、育つんじゃないかな。よく考えたら4マスでしょ。4マスって4マスちゃんといけんの。え、植えらんなくない。なんでどうやって植えるんだ。クワが必要。あ、俺クワ持ってるよ、そういえば。クワで耕してから。なるほどな。そんなんやった気がすんな。俺クワ持ってるはずなんだわ。あれ、これクワじゃない。違う、これツルハシだな。あれ、俺、あ、クワあんじゃん。手持ちにあった、ごめん。手持ちにあったわ。なんか不穏な声聞こえるんですけど、あと俺の家にいたりしないだろうな。大丈夫だった。え、なんか俺の家から声しない。え、どこで泣いてんの。なんで俺のここさ、家かけてんの。なんでここ、なんでかけてんの。こんなおしゃれ要素なかったぞ、別に。なんでこれかけてるんだ。家暗い。あ、マジで。これさ、俺の家の上にいる。下か、下か、それか。なんか明るくなりましたね。家暗いし、窓作ったら。いや、窓、窓、窓どうやって作るんですか。やべえ、めちゃくちゃ整理したい。で、とりあえず焼いとこう、肉。
ペリカン焼くか。あ、なんかできてる、すでに焼肉が。とりあえず耕してからやってみましょうね。壁のブロック、柵に変えたら窓っぽくなる。なるほど、こういうことか。え、耕してなくね、掘ってないこれ。あ、そういうことか。 なるほどね、コマンドが違うんだ。ということか、こういうことだな。こういうことやんな。早っ早っ。でこんななんか階段ギリギリまでやんなくていいんだよな。まあいいか。てか今川がないからそもそもこの辺しかできないしね。これあれか、松明乗せたら耕せないんだ。おお、すげえすげえ。けど別にこんな、あ、でもこれありかも。こっちの方の一面麦畑にするみたいな、ありかも。なんかあんま考えてなかったけど、それはありかもしんねえ。普通にこの辺全部、そんな種ねえわ、そんな種がねえわ。やべえ、調子こいて耕しすぎだ。こんな耕すつもりなかったんだけど。お茶はどうなってんだこれ。やべ、ぶっ壊れたくわ。もういいか。とりあえずおいおい、もう耕してますこれ。耕せてんのか本当に。なんか色違うのあるけど、4マスだからな。この辺どこまでが水判定かすごい微妙なところだぞ。なくなっちゃった。よし、これでいい。これでとりあえず食の問題解決した。食の問題解決して、次は待て、1個ずつクリアしようぜ。全部は無理だよ。まずバケツが欲しいから鉄が欲しい。で、鉄を掘るにはツルハシが必要で、ツルハシはこいつを分解して棒を作っていける。でも棒あるな。雨降ってるときはどこでも行けるんだ。へえ。すげえ声聞こえるんだけど。よし、これでとりあえず棒を作って、石があるから最悪石のツルハシができるよね。よし。あ、そうか、松明が必要なのか。あ、でも棒はある。あれだな、ここの中に確かあれが入ってるから。あれ入ってない、下かな、上にはある。まあいいか。やべえ、バッテリーローってすげえ喋ってくるイヤホンが。よし、これ持っていこう。はい、よし、これでいけるだろう。これでいけるな。ただ今は柵とかいらんから、柵とかは預ける。砂もこんな、土かこんないらないだろう。これもいいや。丸石はなんだかんだ使えそう。待って、ちょっとどうしようかな。イヤホン有線に変えるか。ちょっと待ってね。普段でもイヤホン使わないから、イヤホンジャックの場所がわからん。これかな。夜になってる。あ、マジ。ちょっと待って、ベッド待って、これ湧いてるだろ、湧いてるかな。とりあえず寝よう、雨の中。こんなことある。タグ、こいつタグすぎない、俺のキャラクター。やばくないか、ちょっと。どんだけだよ。やばすぎんだろ、雨の中にいるってさ。ちょっと待ってね、今イヤホンの準備してるから。どれだろうな、これか、違うな。あ、わかったかも。
多分これでいける。ちょっと待って。あ、多分いけてると思う。音聞こえてますか？聞こえてる。なんかでもすげえ違和感感じる音だな。なんかいるな。ほっとこう。見なかったことにしよう。よし、とりあえずこれで掘りに行けるはずだから。掘りに行くぞ。画面が変わってない。あ、ごめん。ごめんなさい。よし、掘りに行くぞ。あ、そうだ。で、床。これいつもここに来るたびに思い出すな。ここに来るたびに思い出すわ。床をね、こう木にした方がなんかおしゃれな気がするんだよな。そんなことない？いや、あるでしょ。このフロアだけ。このなんか、ブランチマイニングの拠点のとこだけ。床こそ裏でやれよ。まあ確かに。確かにな。家より行こうか。いや、家な、ほんとガチな家作りてんだけど、なんかガチな家作るにやっぱカラフルとかにしたいし。ねえ。これ木足んないからいいや。ある程度でいいや。とりあえず今は。裏でやっとくわ。よし、掘るか。え、こうやってガンガン掘っていけばいいんでしょ。鉄が欲しいな。お？これなんか、金じゃない？これ、金。これ金じゃないか。なあ。この穴の感覚だと効率は、え、感覚とかあんの？これ。やべ、壊しちゃった。感覚ってどういうことだ？ 4 マスとかにしなきゃいけないってこと？とりあえず金はゲットした。3マスくらい開けたい。あ、そうなの。縦に3マスですか？行動が2マス置きの方がいい。あ、マジで？じゃあちょっと変えるか。アドバイス忘れないうちに。2マス置きっていうと、ここもう1個開けろってこと？ここに。ここもう1個開けろってことですか？両サイドが見えるから。あー、なるほどね。だからここもう1個開けろってことだよね。だからやるならこんな感じにしろってことか。確かに、ここ掘って横掘ったらあれだもんね。確かにそうだな。なんかちょっと微妙に不格好な気もするけど、まあいいや。間違えた。あえぐな、すいません。なんかすげえ音鳴ってない？何、何、何、何の音これ？怖いんですけど。あ、間違えた。こういうことやんな。お、タイマーと一緒に変えようぜ。これ、この穴に合わせて作ってたかな。ちょっと待って、こういうとこはこだわりてんだわ。ここにつけて、これでいいか。ダイヤ探しはまた、ダイヤとかだってこれ掘ってたら出てくるんじゃないの？とりあえずこれで掘っていけばいいのかな。これ横も掘った方がいいの？それとも、とりあえずひたすらまっすぐ行った方がいいんですかね。なんか出てきたぞ。なんだ？なんだ？ ダイヤの出る深さが知りたいから座標で掘る。座標出し方がわかんないんだって。 やべ、絶対なんかいるよこれ。まっすぐじゃないと帰れなくなる。あ、確かに。あ、なんかありますね。埋めとこう。怖いから。別に埋めとくべ。設定で簡単。設定で出せるって、設定開いてもさっきから出てこないじゃん。逃げ、いや逃げるだろこれ。こんなん逃げるわ。あれ、切れちゃった。切って燃えるよね、確か。なんかマグマを冷めるときにさ、
木で埋めちゃいけないみたいな感じだった気がする、燃えるから。パソコンだとワンボタンなんだけどね。でもこれパソコンじゃなくてスイッチだからな。前やった時はな、スイッチ版だったんだけど、違う、パソコン版だったんだけどね。で、まあでもこれ別になんかガチなあれじゃないし、おい、ガチなあれじゃないし、まあいいんじゃないかな。スイッチ版って左手使えない。左手ってなんだ。鉄あればいいやろ。まあね、鉄が出た、金があったけどな。金もあれですか、ハンマーとかにできるのか。難しいことは後で。せやな、なんかまたゴポゴポ鳴ってない？大丈夫かこれ。でもさ、結構な頻度でさ、松明置かなきゃでさ、すぐ暗くならない？マジで。あ、なんかこれ炭だな、これは。これは炭。やった。こいつ、こういう時か。こういう時に横に掘るから、さっきのあんま開けるとちょっと効率が悪いよって話だったんですね。助かる、アドバイス。やべ、壊しちゃった。通れないんですけど。なんだこれ、これが邪魔ってことか。ちょっと足場作ろうぜ。ほいほい、しゃがんでね。え、これしゃがんでる？あ、ほんとだ。いつの間にしゃがんでた俺。やべえ、なんか声してきた。これいるか、この辺に。もしかしてゾンビいますか。すげえ負けてるからな、ここまで来んの相当しんどいぞ。まだす、まだ砂、炭があった。マジまだあった、ほんとに。どこ、なくない、こっちか。埋めた？あ、埋めたの？まあいいだろ。松明、あ、確かにこれの近くにした方が、これ多分シャベル、あ、シャベルはワンチャン使うから、剣が一番いらないよね。剣が一番使わなそうだから、これをこうして、で待って、石も結構使うから、斧がいらない。あ、確かに斧いらんな。こうするか。そしたら両サイトだし、あ、これでいいじゃん。ありがとうございます。これなんか砂っぽくない？これ無限に落ちていくんだけど、砂、これ砂だよな。なんだこれ、無限に落ちていくんだけど。わ、壊れた。シャベルこんな使うと思ってなかったな。砂利やか、砂利かこれ。これは違うんだ、わかりづら。どこに、これ熱くないのかな、この人。こんな近くに炎が。お、これなんかこれ炭っぽくないか。炭はあんだけどな、鉄がねえんだわ。これさ、どれが砂利でどれが砂利じゃないかが分かんないんですけど、メニューの縦みたいなところに松明を置いて、縦ってどれだ。さて、あ、わかった、そういうこと、こういうことか。これやるともしかして常に明るい的な、お、そういうこと、常に明るい的な感じなんですか。いや、そんなことなさそう。いや、明るい、気持ち明るい気がする。え、これ持ってなくね。あれ持ってないんだけど、ダメじゃん。プラシーボ効果だった。置けねえんだわ。置けねえんか。プラシーボ効果にはまった今。なんか明るい気がすると思ったけど、完全にプラシーボ効果でしたね。
え、これパソコン版ってできんの？パソコン版できるんだ。いいな。あ、炭があるじゃないか。炭は結構あんだな。鉄が欲しいんだけどな、今。これでもあんま奥行くとさ、あれじゃない？これ帰れなくなるやつじゃないか、実は。でもこの辺の炭は絶対回収した方がいいっすよね。炭めっちゃあるじゃん。こんなあんの？めちゃくちゃあるぞ。でもこれなんかあんま掘りすぎるとやばい気がする、マジで。帰れなくなる。でもリアルにこんなとこ行ったらマジで発狂するよな、絶対。なんか閉所恐怖症とか思ったことなかったけど。リアルにこんなとこ行ったらマジでやばい気がする。回収できるもんはできるだけした方がいいよ。あ、やっぱそうなんだ。まあ次いつ来るか分かりませんからね。でも今は回収したろ。これどこまで掘ったらいいの？行き止まりとかあるんですかね？炭鉱はめっちゃ人死ぬ、マジで。やっぱそうなんだ。怖いな。ある程度鉄出るまでやるか。鉄が全く出ない場合どうしたらいい？ 適当に切り上げて帰っていいよ。これ当たり外れやっぱあんのかな？鉱山ガチャ。座標出さないの？だから出し方を教えてくれって言ってんだろ、俺さっきから。 出してんだよ、俺。やべえぞ、これ。座標対俺の対決になってんだけど、ずっと。 設定で出せる。 またかよ、本当なの、お前それ。本当に本当に設定で出せるんだな。もうやるぞ、もう一回。どれで見んだ。 どれで見んだ。設定開いてどれで見んだよ、だから。 何回この話すんだ。 本当だよな。どれだよ。何もなくないかな。もういいだろ。もういいの。あ！何もなかった。この後知ってる人誰一人いないから。本当だよな。ゲームの下のところ？もう下のメニューの見方がわかんない。あ、これあれか。A で押して。あ！おっと。グラ、嘘だよな。これ座標どうなんですか？これを見たところで判定できねえんだけど、俺。判定できねえ、こっから。で、どうしたらいい、こっから。なあ。あれ、鶴橋もないんだっけ？一回帰るか、ついでに。真ん中が高さ。13くらいがいい。いや、マジで25って行き過ぎってこと？下がりすぎたってことですか？ダイヤ出ない。マジで、鉄は？嘘、俺こんだけ頑張って作ったのに、これダメだったの？あれ、もっと深く掘る。あ、そうなの？もっと下か。鉄が先やんな。でもな、効率を上げるためには鉄が欲しいからな。座標めっちゃ大事じゃん。ほんとだよな。先に行ってくれよ、マジで。先に言えよ、マジで。なんで今更そんな座標みたいな。あれ？これできないの？あ、鉄がまだ足んねえんだ。石かじゃ。これはリスナーが悪いな。これはリスナーが悪いわ。え、ここで鉄は出るの？逆に。すまん、いいよ。気にすんなよ。俺ここさ、実は天井とかちゃんと綺麗にしたり結構頑張ったんだけど、俺ここ。見てくれよ、これ。俺結構頑張ってここ作ったんだけど。マジ？マジで俺、これダメだったの？鉄、あ、鉄でえの？じゃあいいや。とりあえずじゃあいいか。ダイヤまた今度探そう。ダイヤまた今度探そうよ。まだ裏でまた掘ってくるわ。13ぐらいがいいんだね。何時間が、いや、その何時間もかかってない。2、3、あ、でも2、3時間はかかってるかも。
鉄はダイヤの出る深さでも同じぐらいの確率で出るっぽい。でもさ、13ってどれぐらい掘ったらいけんの逆に。なんだ、すげえ嫌な音すんな。すげえ嫌な音する。ちょっと掘ってみる、13って。これ1個下がったら1個下がるだったら、実はそんな下がんなくても。下に12マスか。まあ、ここはここで残しておいて、さらに下がるか、そしたら。え、またこれ作るか、じゃあこれと同じやつもうこれと同じの作ります、またじゃあ今からみんなで協力して。でもな、なんかすげえこれ効率を考えたら絶対多分下がった方がいいんだろうね、多分。あの鉄があればいいやみたいな感じだとしても、多分下がってからやるの方が絶対効率がいいんだとような気がするな。え、それで合ってるか、結果なんかこれ下がった方が賢い的な感じでしょ、多分。階段置いてきちゃったっけ、あ、ある。じゃあみんなで頑張って下がろうな、こっから。大は小を兼ねる、まあそうだね。せっかくだったら絶対やっちゃうのがいいもんね。あった方がいいもんね。まあやるか。林呼ぼう。ほんと、林助けてくれ、林。林、助けてくれ、頼む。島根人近くにいる、マジ。島根人どこにでもいんな。林はボードゲームやってる。マジか。この辺なんか砂だから掘りやすい。まあいいか、ここの場所はここの場所に残しておくでもいいかも。なんかおしゃれな雰囲気出てるしな。ここでなんか小休憩挟みながら、下にも同じのを作るでいいや。林いくらで呼べる？どうだろう？アイミンが2万だからな。林対見てどっちが強いの？マジな話。ガチな話でネタ抜きにどっちが強い？チャンネル登録者数とかで言ったら。さすがにアイミンが勝つのかな？どうなんだろう？林、マジで。やっぱあいつは違うか、格が。まあ使い分ければいい、そうだね。桃鉄の時あいみん呼んで、マイクラの時林呼べばいいか。でも林ギャラ高そう、本当に。ペリカンが10万必要だからな。そう考えると林2、30万取られてもおかしくないんじゃない？無理なんだけど、それ。俺も1年分の小遣い使わねえと呼べねえわ。18、もうちょっとだな。16。なんかすげえ嫌な音してるんだけど、なんか嫌な音してません、これ。大丈夫なやつ、なんかすげえ嫌な音してるんだけど。これ昨日のせいか。なんかゴボゴボ鳴ってねえか。大丈夫なのかな、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、きっと大丈夫だ。昨日のせいだな。お、15。待てよ、これで14。もう1段下がったらいけるってことですよね。ほい。ほい。あと1個でいいのか。ここが13。ここでだからやればいいってことか。これで合ってますか？ 11 まで下げ、え、本当に？本当にさっき13って誰か言ってたぞ。俺信じていいの？それだって俺これ取り返して疲れんだけど、こっからさらにやると。どっち？ちょっと待って。俺誰か教えてくれ。ググれや。ググっていいか、じゃあ。11がいい。ググるぞ、じゃあ。いいのか。ググると怒るかね、もう大体こいつら。甘えるな、みたいな。マイクラ。なんだっけ、ブランチマイニング。高さ10から13の間、はあ、じゃあ11でもいいんだ、本当に。13マス目が一番出やすいが、11マス目にと、ああ、なるほどね、上に掘るからってこと。
なるほどなるほど、賢いな。やべえ、怖くなってきた。なんかやべえ、何やってんだ俺。なんだ、何の音ですか今の。怖いんだけど、さっきからなんか。よし、これでいいね、これでいいってことね。これ横掘ってくけどさ、じゃあここで広くするぞ。また同じように作るか。とりあえず掘りまくる。あ、じゃあどうしようかな。この辺りに松明をとりあえず置いて。やべえ、すげえ音が怖い。お前さ、やたら最近なんか進撃ネタで攻めてくるような。進撃、なんか上になんかない、なんもなかった。なんかいるぞ。なんだあいつ、待て。なんかいるんだけど。どっから迷い込んだあいつ。これさ、爆発するやつじゃね。こいつマジでクソすぎる。マジでクソ。俺さっきせっかく頑張って揃えたのに。めどっかとりあえず。やべ、ぐちゃぐちゃになっちゃった。これなんか使わないっぽいけど、見た目だけでもそれっぽくしておきたいしな。しかもこれさ、俺こだわりがあって、丸石なくてちゃんと石焼いて、ここちゃんと石にしてたんですよ。実はこっちもこことか、ちょっとまだ直してないけど、この床とかね、この辺とかちゃんと石焼いてこだわりがあったのに、あいつが全部破壊しやがった。また石焼く、ほらこれ焼いた石あるじゃん。石あった。これでいいや。また石焼いとくか。待って、俺ちょ、これ直さないことには先進めねえわ、ごめん。こだわりあるなら湧き潰しできてなかったってことか。なんか俺松明置きまくったからいけたと勝手に思ってましたわ。別に置きまくっとこう。どっかに暗闇ができてるってことなんだな。どっちにしろこれでもあれか、こっちが直さなきゃいけないんだよね。そういえばそう考えると、今結局あれか、微妙か今やっても。よく考えたら、まあ、多少直しといてもいいかもしれないけど。これとかに置いとけ。ほいほい、埋めるだけ埋めとこう、とりあえず。ほい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 、あれ、ほいほい、これ置いとくか。これで湧きませんか。飯食おう。やべえ、ほんとだ、お腹空いてる。ペリカン持ってきたから、ペリカン食えばいいな。え、食う音やばいんだけど、なんか。あ、え、またなんか音鳴ってるわ。食う音がやばすぎる。あれ、ここが11ですよね。やべ、すげえなんか水の音するんだけど、これ水の音なのかな。水だったらいいけど。もっとやばい音なんじゃないか、これ。あれ、やばい。変なとこ壊しちゃった。さっき結構な、あのレイアウト気に入ってたから再現したいな。でも天井高くしすぎてもあれあんま意味ないのか。でもなんか天井高くした方が部屋が広くなる、見えるって言いますしね。まあ、さっきのちょっと再現するわ、頑張って。これ、この水の音ってさざ波タウンの音。え、そういうこと。サザナミタウンの音なんですかこれ。そんなことある。なんかゴポゴポ鳴ってんの。でも違うよな多分これ。あれか、壁は掘るから床に置いておいた方がいいんだろうね、松明で。俺はサザナミタウンしか聞こえない。マジかよ。
さっきと同じに天井広くさせよう。ちょっとこだわりでいこう。こだわっていこうぜ、せっかくだし。どの辺まで掘ろうかな、これ。確かチェストがね、2個置けるサイズにしてたんですよね。だから8マスか。でかいチェストが2個置けるサイズにしてたから8マスじゃないか、4マスか。これ虚無だな。これこそ裏でやっとけって作業だったわ。すまん、マジで。俺が座標を知らなかったばっかりに。でも前らがな、昨日ちゃんと俺に教えてくれてればこんなことなってなかったからな。だからこれは僕のせいというより皆さんのせいなんじゃないでしょうか、マジで。ごめんね、いいよ。気にすんなよ。気にすんな、気にすんな。仲良くやろうぜ。教えても高さ適当であるでしょ。なんで俺のその性格を掴んでるんだ。待って、チェストさ、作業台が欲しいな。とりあえずチェスト作りたい。どんだけ俺チェスト好きなんだ。とりあえずここに作業台置こう、さっきみたいに。でチェスト作りたい。あ、チェスト3個しか作れないの、マジか。まあしゃあないな、狭だからもう1個だね。マイクラ何年やる。マイクラってどうだろう、飽きるとかあるのかな、このゲーム。飽きるまでやる。でもアマースも久しぶりにやりたいんだよね。ちょっと今はねマイクラが熱いからちょっとやんないけど、アマースもちょっとやりたい雰囲気はある。とりあえずこれでいいか。で、ここと、このチェストに4マス上げて壁だったんですよ、さっき。だからそれを再現しよう。高さがでもなんかこれもうちょっと、やっぱもう一個上まで掘ってた気がする。ラスボス、なんかあれでしょ、ボスがいいんでしょ、一応。なんだっけ、ネザー。ネザーとなんだっけ、なんとかドラゴン。ネザーはあれか、ステージか。なんかドラゴンがラスボスなんじゃなかったっけ。アマースのゴリラプレイ久しぶりに見たいよ。まあそのうちね。届かないんだけど、背が低くて。ウィザー、ウィザーっていうの。じゃあどこまで掘ったらいいんだ。チェストから4マス空いてたからあと2マス。ここまで掘ったらさっきのが多分作れる。でもさ、鉄がないせいでさ、装備が弱いんだけど、なんかこのなんか整地してる間に鉄来たりしないんですかね。鉄来ないか、ちょっと。金の装備、え、金って、あ、そっか、金作れば、金の、金のなんだっけ、あれ。作る、作れます、金の武器。え、作れないじゃん。なんで3つ必要。あれか、木に焼かなきゃいけないのか。かまど作んないと。かまど、待って、かまどはこっち側に置くんですよ。めんどくせえなこれ。金弱いからやめた方がいい。そうなの、そうなの。がっかりなんですけど。で、まあ、とりあえずでも金にはしとくか、一応。金にするだけはしとこう。地下でかまどって一酸化炭素怖くない？怖いかも。ダメだ俺、怖いかもしんねえ。死んだら助けてくれ。誰か僕たちを見つけてくれ。あ、鉄
が欲しいな。さすがになんかこれ倉庫入れるか一回。丸石死ぬほどあるな。鉄の延べ棒が、あ、2個は、あ、1個足んないんだね。だから本当に鉄がちょっとでも来てくれればだいぶ違うんですけどね。ブスユミルと、ブスユミルって言い方ひどくない？ひどくないか、ブスユミルって言い方はちょっと。だからそれ公式ななんかあれなの、名前、呼び方、相性なの、ブスユミルって。やばい、笑って、ちょっと手元が狂った。公式の相性なのか。コニーがブスって言ったから、まあ確かに言ってたけどさ。でも確かに呼び方悩むな。偽ってもなんか違うしな。偽も違うし、でもそうなるとブスしかないか。特徴ブスだけだもんな、あいつ。特徴ブスだけだからブスユミルしかないわ、確かに。正しかった。合ってましたね。正解。顎ユミルでいいんじゃない？まあ確かに、それでもいいけど、なんか、顎っていう、でもなんかあんまさ、あいつ顎の、アギトの巨人って、顎っていうかアギとか、巨人ってイメージがないからな。なんかアギトだったらしいけど、あんまアギト要素なくなかった。なんか後から思えば確かになんか、素早かった気がするみたいな、ぐらいだから、なんかあんまりアギト感がなかったんだわ。じゃない方のユミル。まあでも一番シンプルなのかつ分かりやすいのはブスユミルだわ。さっきなんか誰かが言ってたように分かりやすいし、どっちか一瞬で分かるもんな。偽っていうとなんか逆になんか一瞬考えちゃう人いそう。まあ最終的に答えたどり着くようにしても、どっちが偽なんだってなる可能性あるかな。そう考えるとやっぱりブスユミルしかないわ。唯一無二の答えでしたね。大正解。地のありの雑魚巨人みたいな感じでね、そんな感じだったよね、最初の登場の時。別になんか特別な感じは感じなかった。こいつは天井掘りまくったけど、めちゃくちゃ石落ちてきて痛くないのかな。とりあえず金はできましたけど、でも金弱いんでしょ、なんか弱いからやめろってさっき言われたからな。壊れやすいってこと。これ天井とか掘ってるのマジで無駄だろうな、これ。マジで意味ない気がする。でもなんか、このゲームこだわらずにやったらな、なんも面白くないだろうから、こだわりは大事なんじゃないですかね。暗くてもう見えないな。これで今どんな感じだ？お、でもまあまあ、あ、こっちはもうほぼほぼ。こっちサイドはいい感じになってきたんじゃないか。炭がある。マジで。どれ。わからん。こっちサイドはかなりいい感じになってきたような気がする。はい。で、次は反対か。もうちょっとこっち正面も行きたいよな。でも一回今がある程度、いいか、まあいいか、とりあえず、この、ここまで掘って、で、ある程度やったら一回鉄を探す方向にシフトしたいと思います。はい、はい、はい。なんかそろそろあれだな、武器がなくなりそう。なんで鉄がないんだ。ダイヤとか出てこねえし、これダイヤあんじゃねえのか、11で掘ったら。あべ、壊れた。ツルハシ、あ、まだある。石のツルハシが。この音確かになんかちょっと癖になる音してるよね。よくわかんないけど。そろそろ俺のパン完成してるかな。
木材取り、あ、なんかこれ鉄じゃないか。来た、鉄じゃんこれ。やっと来たわ、鉄へ。やった、鉄鉱石来たぞ。やっと武器が強くなれる。あ、こっち鉄めっちゃある。待って、鉄めっちゃある。マジ嘘じゃなかった、お前らの言ってたこと本当だった。ほいほい、炭もあるじゃん。そっか、バケツか。そう、バケツ作るの。バケ、何のために鉄集めてたか忘れてた。そうだ、バケツのためだ。やべえ、もう頭おかしくなってるわ。バケツのために鉄集めてたのに、なんか俺の中ではもういい、なんだあれ、いい、このピッケル、ツルハシかを作ることしか頭になかった今。やべえ、このゲームで頭おかしくなるな、マジで頭おかしくなってきたわ。労働しすぎた男の末路、マジでそんな感じになってるよな。バケツだった。タイヤ掘るのはその上まで、いや上まで掘ってるのはこれこだわりなんですよ。なんか部屋を広く見せたいというこだわりがあるから。ちょ、ここはちょっと許してくれ。でもこれがマイクラのってのは確かにあるのかもしれないな。まあ、一応なんかただ掘る場所じゃなくて、なんかそれなりの施設にしたいんですよね。なんかそのためにちょっと天井を高くしたいという思いがある。ちょっとなんかだるいかもしれないけど許してくれ。せっかく遊ぶならやっぱそれなりにこだわり持ってやりたいしな。なんかめっちゃライン来てる。なんだ、あとで返信します。地下の方が住める、まあ、地下夜とか関係ないしね。こいつ24時間働けるからな。無敵の男よこいつは。これで燃やす燃料と松明分の石炭も困らない。確かに。おお、鉄できた。これさ作れるか、バケツ。これバケツって、違う、ホッパーバケツ、これかできた、バケツ。なんかすげえ中途半端だけど、まだこれだけ掘っていくか。まあこの辺のね整理はまた今度やりましょう。ちょっと裏でやってくるわ。またその最終的にというか、またこんな感じにしたいんですよね。まあ、下は木で埋めたいし、こんな感じにしたいから、まあ、これが目標。あ、一応暗いとこなくしとけ。確かに何しかとしないでよ。ごめんって、許してくれ。あ、これ拾ってないじゃん。これでいいか、とりあえず。これでいいか。まあ、とりあえず帰りましょうか。まあ、でもなんか雰囲気的にはかなり良くなった気がするな。一回ここに降りてきて、さらに下るみたいな。アルパカっぽい音がする。嘘、今が昼なのか夜なのかも分かんない。おい、俺の麦畑荒らしてるやつがいいんだけど。こいつ、こいつマジで何なんだ一体。お前一撃で死んだし。こいつマジ許せねえ。これなんか、これだな、どうやって取ったらいいの。これでいいのか。おお、気持ちいい。待って、流れちゃってる。これで、お、結構小麦ができたんじゃないか。で、バケツを使って、バケツどうやってやるんだっけ。何これ、これで、こういうこと、こういうことですか。おお、こういうことか。こういうことですか。なんか微妙だ、なんか違う気がする。
待ってるだろ。なんかこれあれか、川の流れをコントロールできるっぽいな。なんかすげえめちゃくちゃな川の流れになってるけど、これ大丈夫なの？まあいいか、水はなんかなったし。あ、いいじゃん、悪くないんじゃない？これでいいじゃん。これでここら辺に柵つけて落ちないようにして、悪くないかも。で4マスだから1234でしょ。で12345 あれ、まあいいか。とりあえずクワも作らないとな。外側1マス削れば解決。確かにジャンプすると耕しての普通の土に戻る。あ、そうなの。だからあれか、ハーフブロック使ってなんかしなきゃいけないってことか。なんか豚がすげえ荒ぶってるけど、ほっとこう。ハーフブロックを作りましょう。だからそのためには木材なんだけど、まあ、でその前にまずパンを作っとこう、たくさん。主張ね、食料はねこの中に入れてるんですよ。パン入れとこう。なんだこれ、石の感圧板。バケツはしばらく使わんから預けとこう。でクワを作るね。クワってなんかあれ木でもよかったっぽいよな、正直。あ、石でいい。石しかないのか。木のクワってないの、わかんない。とりあえず石で、ハーフブロックが欲しいから、やっぱこのさ、こっちの木があんま育ってない気がすんな。でもこっちの木はあるからこっちこっちって伝わりづらいな。とりあえずこれをまず、とりあえずこの辺の木をまず買って、ハーフブロックをたくさん作ろう。オカピは知らない俺な。もうすぐに、え、こいつどうした、なんかいる、なんか声しなかった。やっぱやることがマジで多すぎる。楽しいけど、ほいほい、ほい。種植えたっけ。まだ植えてないわ。植えてないけど、なんかハーフブロック作ってからやった方がいいかなと思って。チケット切ってやること管理してえ、でもほんとガチでやろうとしたらマジでなんかチャートというかタスクみたいの作んなきゃな。トゥードゥーリストみたいに作んないときつい気がする。これ次混乱してるもん俺今、やることがありすぎて。さっきのあれもそうだけど、この植林場も一応自分なりのこだわりがあって、なんか植林場囲ってるこの柵みたいなやつは一応その植えてる木の木材を使ってる的な感じでやってるんですよね。今後はね、この後ろにも作って別の木とかもね作っていく予定。だから四隅座ってないよね。だからなんか失敗してるような気がする。これよくわかんないけど、なんか失敗してるっぽいわ。高さがなんかミスってるのかな。家は四角なのにそこをこだわるんだね。いや家、あれ家じゃねえから、あれ倉庫みたいなもんだから。あの家もベッドすら置いてないしな。ベッド家の中に置いとく意味ないわと思ってベッドすら置いてない、あの家。だからただの倉庫になりましたね。とりあえずこれでだいぶ木は買ったから、待てよ。あれ全然苗がない。なんで、あ、あった。でも少ないぞ、なんか苗が。苗ってなんかやっぱ葉っぱになんか埋まってるっぽいよね。あ、落ちてきた。ほいほい、あそこにもあるじゃん。ほい、家はねなんかある程度か
たくさん集まってきた素材がやっぱカラフルな素材とかもあるし、羊の毛とか、だからもうちょっとなんか素材が集まってからちゃんと作ろうかなと。いや、家を先に作るべきなのか、でもそういうもんじゃないのかな、わからん。葉っぱは木来たら勝手に消えるよ。あ、そのいつか、あ、だからあれか、ほっといたら苗も落ちてくるってことね。まあとりあえず今確保した分で、ほい、でだいぶ木を切ったから、こんな いるのか知らないけど、待てよ、これはちょっとこっちのチェストに突っ込もう。ここにも作業台用意するか、ちょっとでも作業台いらんか別に。あ、だからあんじゃん、めちゃくちゃ、待って、めちゃくちゃあったわ、ごめんめちゃくちゃあったわ木材。で、ハーフブロック、これだ。火打ち石、なんだこれ。わからん。豚に逃がそう、なんで。なんで豚になんか恨みあるんですか。豚ってなんか悪いことすんのこいつ、うるさいからみたいな。これでこのなんか間を渡る橋みたいな感じにしようかなと思ってるんですよね。で、柵、待てよ、柵、これだ。これ置けるのかな、ここ置けますか。え、なんか違う、なんか違うと思ってんのと、なんか違う、なんか違う、俺の思ってるのと。あ、分かった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 、ここに置くじゃん、まず柵をさらに上に。分かった、あれ、こんな感じにして、で下のを壊す、下のを壊したらいいんじゃないか、これで。天才かもしれん。これでいいんじゃないか、天才。こんなことしなくても良さそうだな、普通に。あ、ダメだ、ダメっぽい。で下を壊す、これでなんかちょっと橋っぽくなったんじゃない、どうですか、橋になりました、これ良さそう。あ、間違えた、なこんな感じでいいかな。水消えてるぞ。嘘、水あるよ。大丈夫、大丈夫。階段で段差とか作れそう。ああ、なるほどね。4マス届くから多少消えても噛めへん。確かに。あれ？なくなった。やべ、柵不足。柵不足だ。どっちにしろ1個足んないのか。あの柵ってでもあれだったよな。カバーじゃなくて、樫の方だったよな。樫の木材ってこの中入れてたっけ？あ、あるじゃん。じゃ全然あった柵。ここの柵作った時にたくさん作ったのか。あ、ああ柵の真ん中をフェンスゲートにしとか、 見栄えが良さそう。まあそういうのはまたね、おいおいやっていきましょう。ちょっと暗くなってきたな雰囲気。これさ、柵の上に松明と置けるのかな。あ、置けるだったら真ん中あたりに置いて、なんか微妙だな、端の方がいいな、端に置こう。両端に置くみたいな。すげえ原始的だけど、なんか多少なんか見栄えが良くなったような気がする。あべ、タコどこ置いてんだ俺。はいはい、やばい、もう寝ないと、やばい。
い。で、寝ましょうね。夜になったら地下行けばよくね。まあでもいいでしょ、ここにベッドあるんだし。よし、これで耕しちゃうぞ。これ耕してんの、これなんだ、これ何が違うの、これこれクワ使ってる俺、これちゃんとクワ使ってるな。え、あ、間違えた、掘ってた俺。違う、さっきと同じミスしてるまたやっちゃったじゃん。やべ、また怒られるわみんなに。ごめんって今日2回目、すまんすまん、許してくれ。はい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 。これなんか緑なの気に食わねえな。なんかいるぞやつが。どうしよう、ほっとくか。強いんだよ、なんかあのジャベリン持ってるやつ強いんだわあいつ。てかこれどう考えても広くない俺のこの湖。まあいいか、湖じゃなくて畑。端っこに柵置きたいんですよね。柵ってさ、この上置けんの、これの。あ、置けるっぽいな。まあ、とりあえずいいや。ちょ、今のは気づいたけど遅かった。ほい。ほい、ほい。グラ、ごめんって。ごめんって。怒んなよ、そんなに。でもこれあれだな、届かないよね。1、2、3、4マスだから、ここが限界だから、端を削ろうとか言ってたけど、ここから削るのむずくない？端を長くすればいけるか。川長、でかくする？幅を。まあいいか、そんな。そんな頑張らなくていいや。なんかそんなにめちゃくちゃ頑張んなくていい気がしてきた。階段の下の見えないとこ水通す。ああ、なるほど、頭いい。なるほどね、この下ってこと。あ、賢い天才じゃん、それでいいじゃん。そういうテクニックもあるんだね、マジの天才じゃん。これあれだな、一回さ壊さなきゃいけないっぽくないか、これここ緑変えるには。まあでもいいか、アクセントとして緑でも。天才幼稚園児マジで天才幼稚園児いるな。これさ耕せなくね、これ。あれか、掘って変えなきゃいけないのか。おい、なんかタイマースどっか行ったけど、まあいいや。なんかこれ焼いたらガラスになるみたいになかったっけ、これだっけ。なんか焼いたらガラスになるやつあるよね。柵の下は木にしたが見栄えをさすと。確かにそれはある。後で変えようかな。違う、やっぱ砂があんまない。砂なんか死ぬほどあるけど、これどう考えても広すぎだよね。この辺とか別に いいんだけどまあいいか、 ここまでにしよう。ここまでだから、まあ、でも今作っちゃったのもいいから、ここまでにしよう。で柵を置く。やばい、間違えた。こう。これでいいや。なんかやべえやつがいいんだけど、なんだあいつ。やべえのがいいんだけど、一匹。ほっとくか。やべえのがいる。あいつ、こいつ俺のパン狙ってんのか、もしかして。
こいつ許せねえ許せねえ、こいつ俺のパン狙ってやがった。異人来た。俺なんで猛鉄に絡めるのやめなさい。ほい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 、なんかミスったな。まあいいや。ほい、これ確かにな、この柵の下木にしたいよね。だからここを土、まあもったいないけど、ここを木にしちゃうのはありなんだよな。どうしようかな、端っこ。端っこ悩ましいな。なんか柵で囲いたい気持ちはあるんですよね、この端っことか。だから要はこういう感じにしていきたいわけよ。スペース的にはもったいないけど、なんかそっちの方が雰囲気出るから。あ、それかあれか、掘っちゃうか、ここ掘る、掘っちゃう、もういっそ。そしたら水になるし。ありな気がしてきた。あ、これでいいかも。微妙かな、よくわかんねえ。まあ、ありな気はするな。見た目が火でやっぱダメだよね。木の板にしたや。ここだからハーフブロック置いたらいいのか。そしたら水源的な感じになるし、これ発想がいけてるかもしんねえ、これ。でもハーフブロックありじゃないか。じゃあ変なとこ行っちゃった。もう一個上。違う違う違う、何なんだこれ。ここにハーフブロックで土台を作る。これどうだ。そしたら水も流れてるし、スペースも無駄にならないと。ありですねこれ。でこれ置きづらいから、待って、これ次からは柵置く前に置こう。これだろやっぱ。置きづらいから柵置く前にやろう。あ、もうむずい。おい、こういうことやんな。こういうことですね。おお、いいんじゃない、いいんじゃないかこれ。なんかここ違うぞ。お前本当にいくらか。いや、これ冴えてるな、マジで。来た、覚醒したかもしれん。覚醒したマジで。これでいいっすね。でこの辺もだから全部掘っちゃえばいいんだな。水源をブロックに置かないと水消えるかも。え、どういうこと。今のところ下にもブロックあったぞ。マジか。どれだ、これか。これでも別にいいんじゃないの。これ掘った方がいいってことだよね多分。やばいやばいやばい、呼吸続かない。これか、これか犯人。これでいいのか。これ水流れてなくね、水流れてなくないか。あとここはなんか、あ、ここか。ここをこうして、こうしたらいいのか。これ水流れてるんですかね。でも多分流れてる。角っこブロック置き忘れてるぞ。え、どれどれだ。あ、この辺まだ置き忘れ、あ、これ、ここの話、ここはいいんじゃない。でも、あ、ここか、ここか、角っこって、ごめん忘れてた。ここか。よくわかったな。ここか、こういうことね。よくわかったね。全然わからんかった。あ、違う、柵置く前だなマジで。
これ全部1マス削っていいってことだよね、要は。やべえ、落ちた。まあ、ここは削んなくてもいいけど、まあいいや。俺だけ気づいてなかった、マジか、俺だけか。こういうことやんな。これは違うやんな。よしよし、これでいい感じだ。でもこっちの広い方から行くと多分収集つかなくなるから、だから多分こっちを先に作った方が良さそう。あっちこっち広すぎるからな。裏でこっちだけとりあえず作ろうぜ。多分水流れてるとこじゃなくて水源にハーフブロック置かないと水消えるかも。え、どういうこと？水源、あ、そういうこと？ここにも置けってこと？違うっぽいな、なんか言ってることが。確かにこの下水流れてないよね。まあ、最悪後でもう一回バケツで流したらいけそう。やべ、夜じゃん。最悪後でバケツで水流したらいける気がする。ダメですかね。なんか微妙にうまくいかなかったとこはバケツで土の色濃いから大事。あ、土の色で決まるのか、これ。いいんじゃない、大丈夫か。あれ違うぞ、これもう削ってぞ。ここも違う、余計に削っちゃった。あ、余計に削ってないや、これ。いや、今ので合ってんだ。やばい、グダ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 のグダなんですけど。でもこっち水来てなくない？こっち。掘らなきゃいけないってこと？大量な水の上に置けるけど、流れてるところに置くと消える。ああ、そういうことか。よくわかんないけど、いや。大丈夫っしょ。なんか色濃いし、誰か言ってたけど。色が濃いから大丈夫。バケツでなんとかなるっしょ。その考えダメなのかもしんない。とりあえずこれ柵試しに置いてみる、何個か。こんな感じにして。ああ、でも、それっぽくはなってきた。いいんじゃないか？で、あべ、ミスった。こうして、こうして、こうよ。おお、いいんじゃないか、これ。悪くないんじゃない、こんな感じで。どうですか。あとはこっち側を作れば良さそう。川作らんでも1マスずつでもいいかな。なんか今すごいの泳いでた、マジ。何やばいのいるな、確かに。下にやばいのがいるな。そう、種がね、あんまないですよね、まだ。ほい、ほい、ほい。ここちょっと微妙だな。まあいいか。なんか微妙だなと思ったけど、いいや。なんかまた、なんか来たぞ。あべ、またなんか来た。なんだあいつ。喧嘩売りに来てんのか俺に。もう忙しいんだけど今。こうしてこんな感じで、一個変なところに立ったな。なんかちょっとここ窮屈になっちゃいましたね。まあいいか。ここちょっと窮屈な感じあるけど、まあ仕方ない。なんだこいつ。あれ、人間いなくない？
馬しかいなくないか。何してんのこいつら。え、馬しかいなくない、人間は。島根人どこいんの。なんかバグってねこれ。怖いんだけど。何これ、ホラーじゃん。なんだこいつ、怖えわ。なんだこいつ。なんかもらった、やった、なんかもらった。もらえてない、これ道具がいっぱい的なあれだろ。うわ、道具預けてくるか。また縄もらったな。これ新しいペリカン、今度捕まえてやろう。あ、これ埋めればよかったな。すぐに動物殺すな。いや、犬以外は殺さないって言って、でも今ちょっとなんかホラーだったしな。なんか呪霊みたいな感じなかった。だっているはずの人間いなかったしな。だから呪霊だった。正しいことをしましたね。一応この辺はできたから、あとはこっちか。やばい、掘りすぎた。あとはあれだね、あの階段の下に水通すやつやんねえと。これ何時までやったらいいんだ俺。これ何時間放送してんの俺今。もう2時間近くやってんのか。やばい、俺そんなこればっかやってるわけにいかないのに。本業やんねえと。本業のポケットモンスターマイクラなんかやってる暇ねえんだわ。ジャンプ発売までやってやりすぎでしょ。なんかまたすごいの泳いでる。なんなのあいつ。怖いんですけど。あ、ミスった。掘った方がいいのか、なんかマスでいったら。ちゃんと計算してないけど。こんな感じにしとくか。シギロの領域、来週絶対面白いよね。つか来週領域展開まで行くのかな。行きそうだな。でも行きそうな気がする。これさ、むずくない？ここに行くの。しゃがんでやるか。ほいほい。来週ガチで面白いだろうな。シギロの最初の全力戦闘マジで面白いですからね。看護安衛艇っつって。あ、こんなんでいいかも。でも微妙に変かなと思ったけど、ここでもあれか。あ、ハーフブロックがまだあった。こうした方がいいか。でこいつを破壊する。これもだからいらないね。あ、違う、何やってんだ俺は。こんな感じでいいんじゃないですかね。こっちとなんか違うけど違うけど、まあいいや。ナチュラルな形を重視したということで。ダブル黒線のナレーションどうするんだろう。まあそういうとこも気になる。でもダメだなこれ、やっぱ作り直さないとダメ説がある。あ、そんなことないか。とりあえず耕そう。とりあえず耕せ。これ高橋って色が濃くなったらいけてるってことなの。やべ、落ちた。クワすぐ壊れんな。鉄のクワじゃなきゃダメだわ。こっちはやっぱ来てないね。ここは全部大丈夫そう。これなんか時間が経たないと。ああ、なんかちらほら黒っぽくなってんな。1234、でもこれ多分大丈夫だと思うんだよな。
じゃこれ下掘ってきます、頑張って。これむずくないでも結構いけるか。なんか階段の下を掘っていけばいいんでしょ。いや、こういうことですよね。むずいぞ、これでも。これむずい。シマレジンいるんだけど。シマレジンが現れた。捕獲するか、また。いや、やめとこう。交渉しよう、今日は。ああ？なんもダメじゃん。なんだこいつ。なんだ。お前、俺の領域にな、侵入してんじゃねえよ。呪霊払ったわ。呪霊払った。あ、やっぱこの、あ、でもこの辺以外はか、本当階段の下って感じだな。でも水に潜りながらやるのむずくない？これ死ぬんじゃないの？俺溺死するんじゃない？いけますかね？いいか、これ適当に掘りまくって、後で埋めればいいか。適当に掘りまくって。やばい、なんか攻撃されてる。おい、なんだこいつ。ふざけんなマジで。ふざけんなよマジで。これ取りに行けんのか、あれ。ふざけんなよマジで。なんだ今の。これ取りに行けんの。やべ、壊れた。クワ。だから倒した。なんか倒したわ。うわ、これめんどくさいな。めちゃくちゃになっちゃった。とりあえず掘りまくるべ、一旦。あ？島根の呪い。マジで？島根ほんとクソじゃん。これもうどこ掘ってるのかわかんないんだけど。これ階段の下っぽいな。殺すって選択が日常に入り込んでる。あ、でもこれちょっと掘りやすくなったな。これで階段の下掘れるから。そうか、別に海から回り込まなくてよかったんだ、そんな無理して。よく考えたら。寝ようぜ。もう夜ですか。やべ、夜だ。また島根人に殺されるからな。1マスでいい。あとはいい感じに水が入り込んでくればいいってことでしょ。これ水入り込んでこなくない？てかバケツですくって水突っ込めばいいのか、単純に。よく考えたら。バケツで流せばいいじゃん。アホだった。そうだ、バケツ使えばよかった。マジでクソアホだったわ。島根人ね、来るよ、多分。俺、裏でやってる時もめっちゃ見たもん、島根人。見かけるたびに殺したけど、とりあえず。すくって、これに流せばいいってことか。これでいいのか。あ、間違えて埋めちゃった。違う。またやべえのいるわ、なんか。この辺から流せばいいか。おい。これでもさ、むずくない？むずくないか、なんか。大丈夫そうか、でも。一応あの辺にも流しとけ。水すくえないんだけど。階段と土の間でうっすら水が見るの気になる。まあいいんじゃないの。
俺もちょっと気になれば気になるけど、なんかまあいいんじゃないかということに自分を納得させた。やばい、溺れる。これむずいな。これ大丈夫なのかな。これ大丈夫か。水なくなんね普通に。あれなんか流れてるっぽいぞ。でもこれさダメだよね。ここ埋めたら流すとこ間違えた。こっちだ。こうだこうだ。こうしてでここを埋める。こうですね。なんかいけてるようないけてないようなよくわかんない感じになってきた。これででも耕してなんか黒くなったらいいってことでしょ。さあいけるかな。でもいけそうだな。なんか水見えてるし。まあうっすら水がここここどうした。でもなんか大丈夫っぽくない。水見えてる。あ、なってるわ。大丈夫大丈夫。なんか下にすげえ浮いてるのが気になるけど、いいや。これやっぱもう一個あっちだったな。なんかやべえのがいいんぞ。なんだあいつ。これなんか装備やばくないこいつ。これ勝てますか。ここダメだったのかなこの辺。でも1,2,3,4 で、あ、大丈夫そうか。めっちゃ強そうだけどあいつ。負けるからやめとこう。でハーフブロックで一箇所耕し忘れてる。嘘。どれ。これか。これか。これも。これは大丈夫か。こっちの話大丈夫そうだけど、これやっぱ揃えたくなってきたな。こっちと違うか。こっちを揃えればいいんだ。だからいいや。柵。クワばっか持ってんな。さっき殺されてぐちゃぐちゃになっちった。植えるか。ここの十字大丈夫か。これこれ大丈夫ですか。水来てます。ダメなのかな。これさ、こいつでも絶対こいつは来るはずだからよくわかんないな。この十字がなんかすげえ気になる。あとこれ、深すぎる。ああそういうこと。水がもう一回流すか。この辺から流すか。じゃあこの、この辺なんかやばい。地形破壊しちゃった俺。この辺頑張って気合入れすぎて。やばい溺れた。ここで流しても意味ねえよな。もっと奥から流さないと。あ、でもいいのかこれで。じゃあ深すぎるからあれか。砂で埋めて埋めて埋め、じゃあここじゃない。やっぱなんか微妙にやっぱ足りてない気がする。深いんだ。だからこの辺埋めて、やべ埋めすぎた。こうしてちゃんと丁寧にやればよかったな。もっとやべすげえしゃがみたい。ここから流せばよくない。ここで流してこうするみたいな。これでいけないかな。
一旦潜って静止、めちゃくちゃめんどくさそうだけど、これでもこれいける気がするぞ、これなんか。なんか多少マシになった気がする。大丈夫っしょ。こっちは大丈夫そうですね。あ、全部なってる、綺麗に。上よ。いけそうじゃない、これ。早くブランチャイニングしよう。マジでまたあれやんの今日。ここが気になるけど、ここ絶対来てるはずだからな。まあ上とこう。なくなっちゃった種。まあ収穫の時を待ちましょう。やべ、あの装備やばいやついるな、マジで。あったあと明かりつけとかないと。この辺か。あの装備やばい。そう、装備奪いに行くか、頑張って。ガチったら勝てますよ、あいつに。無理かな。耕した土には敵湧かない。マジか。あれ、ここ微妙に来てない。でもここは多分来る気がするから、ちょっと待ってみるか。道具置いて特攻する、まあ確かにありだな。あの、でも装備がもらえるんだったらちょっと行きたい感じはあるよね。戦いたいから水中にいるからな。戦いてえと戦いてえんだけど、水中にいるからすげえやりづらいんだわ。これあれか、ダメだ、ここか。こうか。でこうして、こうして、あれ落ちちゃった。ひえー、どうなってるこれ。どうなってんだ、どうなってんだべ。まあ、こんな感じ。あ、なんか微妙に来てるような、来てないような、よくわからない感じになってる。一応形にはなったな。ああ、形にはなった。この辺は、ここ一面は全部できてるし、いいんじゃないかこれ。いいんじゃない。こっちはちょっとさすがにまだ今日はやる気になんないけど。てかこっち別にいいか、この辺までにして。単純にそんな必死こいってやる必要ない気がすんな。畑この辺まででいいよな。ここにもう一個川作るか。じゃあこの辺りもう一個川作って、でこうしよう。あ、ミスった、あ、ミスった。夜モンスター倒す練習する。しないよ。モンスター、この辺、この辺もう直そう。普通の土に戻れ。え、これクソめんどくさいけど、寝よう。とりあえず寝ましょう。あ、一応こことここ以外は全部あれになってんな、黒くなってるな。間違いだ。そしてあ、やっぱダメなんだ。さっき多分ダメだろうなと思ったんだよな。もっと奥から流さなきゃダメだった。これ組めなくない、ここ。
決めた。ここから流したらいけんじゃないの。違うな、水流は無理。無理かも。これ無理ですか。まあいっか、とりあえずいっか。戻れー、こっちの土戻れー。全部平らな水。平らな水ってどうやってやんの。そもそもそれが分かってない。でもこれさ、大丈夫っぽくない？普通に4マス。なんかいける気がするわ。耕したらこれ黒くなるっぽくないか。これ めちゃくちゃめんどくさいな。汚い、もういいや。諦めた。諦めました。とりあえず、畑はここまで。ここまでが畑。やばい。畑はここまで。ほい。ほい。あ？違うぞ。なんか違うぞ。あれか、揃えようと思ったらもう一個平らなんだ。ちょっと回収するか、この辺一応。なんだかんだ畑自体はできそうだな。明日もやる。明日は多分やんないと思う。やる。でもワンチャンやるかも。ちょ、ハマリンコだからな。やるかもしんね、ワンチャン。やる気はなかったけど。今日はとりあえずあと5時間やったら終わるわ。ほいほい。あ、なくなった柵。おお、収穫できるじゃないか。収穫できるよね。ほい。やっぱ全部なってるっぽくない。ちゃんと、あ、ちゃんとできてる。え、もうここだけなんか、ここだけなんでなってないんだ。でもここがなってないってありえないよな。だから大丈夫か。きっと大丈夫だ。これ耕してないのか、そもそも。あ、そういうこと。そういうことでしたね。これでもう食料問題解決したじゃん。これでもうな、飯は解決したし、ブランチマイニングができる。ひたすら下に食料倉庫。え、全然ゲットできないんだけど。全然ゲットできないじゃん。何これ。まあ、できてなかったのか。麦やべえ、やらかした。まあ、できてなかった。そんなことある。え、でもめちゃくちゃいいじゃんこれ、畑。マジで畑めちゃくちゃいいぞな。なんかこっちの方がやりやすそうな気がする。この直す時だけ。ここ置いとこう。スキンないの。スキン、スキンって何ですか。これはちょっと几帳面に置いとこう。ほい。あ、そっか、柵がまだないからあれか。土を緑に戻す。え、時間で戻んじゃないの、緑って。なんかほっといたら治るイメージだけど。緑の土ブロックに接して、かつ光が必要。はあ、なるほどね。だからここと接したらこの辺が緑になっていくから、徐々に緑になっていくってことでしょう、きっと。
カシノキだな。カシノキのあれなんか植林場ミスってるっぽいからな。作り直さないといけない。なんか意外とうまいことできない。ここまで来たら戻そう。とりあえずあそこの柵だけ完成させたいから。あ、カシノキ育ってる。なんか知んないけど、なんだ、時間が足んなかっただけか。じゃあカシノキ意外と育ってるっぽくない？あれ普通に。なんだよ、いけんじゃん。雨降ってきたな。あ、これ一応マイクラやったことありますからね。植林場とか前も作ってたからな。なんかいろいろ忘れてるからクソ初心者になってるけど、僕一応結構やったことありますからね、マインクラフト。なんかちゃんとあんま言ってなかったかもしれないけど。いや、いろいろ忘れすぎてクソ初心者になったら認めますけど。そこの柵壊してこれここはここでなんかまた柵にしようと思ってんだよね。なんか別なものを作ろうかなと。育ってないのもあるけど、なんか育ってんのもいるし、多分大丈夫だ。なんか目標あるの？目標？俺のなんか世界を作る、世界を、理想の世界を作ることが目標です。なんかカシノギって育つの時間かかんのかな。なんか白樺と比べてすごいでかくなるまで時間がかかる気がする。術師だけの世界を作れ。わかった。サルどもはもう全部捨ておくわ。桃鉄の何億倍も桃鉄のそのことそんな嫌いか、君たち。桃鉄でな、あのゲーム自体は神ゲーだったろ。でもこのゲームあれだよね、ほんと面白いんだけどさ、やることが多すぎてさ、マジで時間が感覚が分かんなくなる。これまだやりたいこと全然できてないんですよ。ブランチマイニングのところのさ、あの塗装とかしっかりしたいし。全然やりたいことできてないからな、これ。畑は作ったけど。さ、全然終わる気がしない。いろいろもろもろ。レベル105がいた。なんで105って。マイクラは時間を食らい尽くせ。ああ、そんな気がするな、これ。だから前もそうだった気がするな。あれ、なんかこの中にね、苗が入ってたはずなんですよね。あれ入ってなかったっけ。まあ、一回落ちてるし。ほい。ほい。これでよしと。これでこれ全部木材にしちゃおう。間違えた。豚が逃げて、あれまた別の豚だろ多分。あの豚一応首つないでるから、別の豚ですよ。別の豚だった。柵作りまくって、まあ、こんだけあったらもういけるかな。柵置いたらまた地下戻ろうかな。どこだっけ置いてない。ここか。さあ夜か、もうこれ夜なのか雨で暗いのか分かんないで、ここだけまだ塗装してないけど、柵だけ立てとこうかと思うんですよ。ここはなんかまたそのうち使う。何にするかは決めてないけど、そのうち何かに使う。あれ、いるか。これ死んだら罰とか、一応なんか持ってるもの全部落とすけど、その死んだ場所に戻ればなんか返してもらえる。
で、柵だけ、ちょっと待って、完成させてんだよな。で、地下に戻ろう。また、地下収容所で働くか。これでいいのか。よし、これでとりあえず畑できたし、いいんじゃないか。なんかちゃんと水も通ってるっぽいしね。これがなんかあれだけど、これあれか、耕してないのか。よしよし、できた。おい、できたぞ、これ畑。完璧じゃん。いいじゃん、いいじゃん。これでいいよ。完璧じゃん、本当に。地下行くか。地下行きます、またじゃあ。あ？どっから声してんの、これ。よし、いいですね。この辺畑。じゃがいもも植えれる。マジで？じゃあこっちじゃがいも畑にするか、こうなったら。じゃがいも確かにあったけど。まあいいや、とりあえずじゃがいもはいい。また今度やります。ここ本当に家なのか？あれ？なんか扉なくなってない？待って。扉なくなってるんだけど。お前のせいか？なんだこいつ、待って。なんかやべえのいいんだけど。あいつのせい、もしかして。え、なんかやべえのいいんだけど。何こいつ、エンダーマンみたいな感じじゃなかった？怖っ。いや、まだいる。 なんだこいつ。え、怖っ。つか、あいつさ、あ？ここ削ったのあいつか、もしかして。つか、扉返せよ、うちの。作るか、また。なんだったんだ、あいつ、マジで。あれ、置けなくない？どういうこと？あ、こういうことか。なんか引っ込んじゃった。まあいいが、こっちの方が普通の家っぽいしな。と 扉盗むとかある？わけわかんないんだけど。よし、じゃあ下潜るぞ、まだ。鉄探しに行くべ。あて、苗だけ回収しておこうかな。苗めっちゃ落ちてる。めっちゃ落ちてる。箸はしばらく使わんから、この辺はいいや。階段は使うな。いや、箸使うな、よく考えたら。パン持ってきてんだよな、せっかくだし。死んだ方が楽しいし、洞窟行かないか。洞窟、いや、だから穴掘ってる間に洞窟っぽいの出てくると思うよ、普通に。これはいいや。待って、これ整理しなきゃ、マジで。で、整理が必要だ。これ、クワは絶対使わんから、クワは預けるでいいでしょ。リードもいらない。麦も一回いいか。石炭はいるな。土はいるけど、6、こんだけあればいい。石はいるな、石はいる。あれ？あれがないじゃん。ツルハシ。木のツルハシとかもこれいらないんだけど。使わないだろ。まあ、いっか。家の真下く、洞窟じゃなかったか。え、そうだったっけ？ え、家掘ってみる。わしと違くない？わかんない。多分違う。この家あれだな、床が地面ってやばいな、マジで。マジで家じゃない。倉庫にすらなってないレベルだぞ、マジで。どうなってんの、これ。家の床、土なのやばいよな、本当に。なんとかしてるとこだけど、どうにもなんねえんだわ。斧はいらないな。あってもいいけど。あった方がいいな、1本ぐらいは。階段は使うでしょ？階段は使う。松明使う。
剣端っこにしとこう。こんな感じにして、これでいいか。とりあえずシャベルは結構使うしな。で、装備が足りてないから、待てよ、まずは棒を作るでしょ。で、石、あれだ、丸い石、丸い石だ、丸い石を、で、石のつるはしを作りまくると。あとは違う、あと松明、これを作りまくると。これでいいか。そう、あとさ、パンだ、パン、パン持ってこうだけど、パン作れる、これなんか微妙に育ってなくない。あ、どっかに肉焼いてなかったっけ。あ、待って、焼肉は持ってんだ1個。リンゴ、リンゴがとりあえずあるでしょ。焼肉足んないな。飯、これ飯か。皮皮ってでも食おうと思ったら食えんじゃないの。まあ、この中にパンがあるから、パンと卵って食え、じゃがいも、卵って食えんのかな。目玉焼きとかにできそうじゃない、なんとなく。なんか不穏な音がしてる。ほんま区切りつけづらいゲームやな、ほんとにね。まあいいか、これでもう準備できたろ。卵武器や、そうなの。エンダーマン近いって、そんな可能性あんの。いや、これに戻したいんだよな、現状復帰させたい。下にチェスト置き、あ、チェストも下で作ればいいか。こっちで直したいけど、まあこれは後回しでいいや。よし、作っていくぞ。じゃあ同じような感じに、あれさ、鉄鉱石ってなかったっけ、どっかに。いや、鉄鉱石バケツで作ったのか。バケツ作ったんだ、忘れてた。で、この普通の石が欲しいから、丸石焼いとこ。いや、こんなやってたらおじいちゃんにもなりますわ。ここあれだな、ここじゃなくていい。あれ、待てよ、この辺りに置いて、こんなんでいいんじゃないか。おお、いい感じ。まだちょっと待って、上の天井を広くさせたい、ちょっと気分の問題で。やっぱそう、コポコポ聞こえるよね、やっぱどう考えても。どう考えても鳴ってますよね、コポコポ。なんかこれ間違えてね、かまどに入れるやつ。あ、間違えてないか。普通の石どこやったんだ。置く？はい。あ、違う違う。だからリンゴ食う音やべえんだよな。だからなんかしんねえけど、なんなん、なんでこんなやばいの、リンゴ食う音だけやばい。余計なとこ破壊しちった。ジジバンやらせたら一生やりそうだな。まあ一生できるでしょうね。クチャラーとかそういうレベルじゃなかったぞ今の。半分くらい食べかせになってる。やばいよな、食い方豪快すぎるんだけど。
おお、でもいい感じ。あ、でチェスト作りたかったな。そうだ、まあ今そんなチェストが必要なわけじゃないんだけど、なんか見た目の問題で。これで、あ、じゃあ6個必要だ。別にこっち側はできるから、反対側も作りたいけど、反対側はまた後でということで。何？こうしてこうしてこうして、お、それっぽい。操作性悪そうだから、パソコンで、なんかパソコンの時確かにもしか結構操作しやすかった気はする。だけど移動とかはスイッチの方がやりやすかったりしないんですかね。わからん。わからん。あ、でも天井もだいぶいい感じになってきたな。松明が落ちてくるけど、まあいいや。よし、いいぞ。あと反対側やるか。ちゃんと統合版にしないとやった分パーだから気をつけてくれ。何それ、わかんねえ。でも俺マイクロソフトのアカウント登録し、あれ、後から登録できますか。壊れたか。でも俺結構前にやり込んでた、やり込んだってことじゃないけど、やってたやつでもパーになってるからな、1個アカウント。そういう意味ではちょっとマシンパワー足んなくて、サザンドラ召喚したときたまにカクカクになる。サザンドラって何？サザンドラがわかんねえ。でもこれデータ消えたらマジやる気なくなるだろうな。当時のやつとか全然覚えてないからあんま何も気になんないけど、今このなんかたった2日間しかやってないけど、2日間でもなくなったら相当やる気なくなりそう。スイッチ版なんか偽物みたいなもんだからな。マジか、偽物なんだ。悲しくなるわ、そういうこと言われると。俺がやってるこのゲーム偽物なのか。悲しくなってくるわ。マジコポコポ鳴ってるわこれ絶対。どこにあんだ。絶対マグマだろ。地下の水源かもしんないな。悲しいなら泣き、わかりました、泣きます。めっちゃ泣いた。あ、さ、ここまで埋めなくてよかったな。ここだってまたもっと掘り進めていくしな。まあいいか、まずはこの辺だけでも。いい年して恥ずかしくないか。ガチなツッコミやめてもらえません。これブランチマイニングやってる時がでも一番なんか画面的に地味な気がするわ。あと羊のな、羊をなんか繁殖させたいんだよな。あいつでなんか毛の色でさ、いろいろできるから、毛染めたりできるよね、羊確か。それも早くやりてえわ。羊とか今見かけたら全員殺してるからな。なんか小麦で確か釣るんですよね、羊って。小麦持った状態で確か釣るんだった気がする、確か。今何個空いてる、ここ。1234、もう1個か。うわあ、来た。これなんか水とこれどうなってんの、どうなってんだ。水もない、これ何、赤いのがあるけど。埋めたらいいのか。丸石で埋めればよかった。埋められるのかな、丸石で。ルビー、これルビーなんだ。うわー、めっちゃあるじゃん。別にマグマ埋めようぜ。でもこれギリギリだったな、本当に。でもちょうどよかったかもしれない、これ。でも俺間違えて足元掘ったらやばいやつでしょ。しゃがんでやろう、落ちないように。怖え。やべ、間違えた。
レッドストーン、あ、なんかレッドストーン回路とかなんか林の動画で言ってた気がするわ。とりあえず埋めよう。水もすごいあるけど割れないんですけど、これ割れた。水もすごいあるんだけど、これどうしたらいいの。こっち側掘れなくね。もマグマの水流したら早いけど、あ、そうなの。どうしたらいいってこと。この辺じゃあ水流すって何。バケツ、バケツないぞ。これ破壊したら勝手に流れるかな。これ水負けてね。なんか鉄じゃないと取れない。バケツじゃあ持ってくるか。めんどくさいけど仕方ない、持ってくるか。なんかすげえ声したな。めちゃくちゃ深いっすね、こう考えると。あ、もう夜じゃん。まあ、一応寝とく。あ、パン持っていけるじゃんこれ。ちょっと待って、パン持っていくか。おい、なんだこいつ。お前それありなの、寝てる間に攻撃してくるって。なんだこいつ、やば。あ、でもそんなできてないか。そんなできてないけど、まあいいか。これもこ、ん、なんだ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 。お前なん、どっから入ってきたこいつ。あれ、てかまだ夜じゃん。なんだよ、どこから湧いてんの、わかんない。え、でも結構俺置いてんだけどな、松明。どっから湧いてんだろう、本当に。なんかあそこの辺で湧いてるっぽいな。これにも置いとけ、こうやって。この辺で湧いてんのかな、この辺確かに。ちょっとわ、甘いかも。湧き潰しが。甘いか、これ全然。これでいいだろう。家からはなくない?こんなんでいけるだろう。色が変わったやつ、あべえ、なんか今、新しいのあった。え?これなんかあれじゃない?耕せてなくない?また声すんだよな。え?扉。俺の扉。ちょっと待って。誰だよ、牛の扉パクったやつ、マジで。ふざけんなよな、マジで。なんなの?ふざけんなよ。マジで、おい。なんで扉だけピンポイントで破壊すんの、あいつら。わけわかんねえんだけど。ああ、なんだこれ。マジ切れそうだわ。鎧の巨人が壊した。まあそういうことでしょうね。鎧の巨人に壊されたわ。違う違う違う、ここにもちょっと立てとくか、松明。こうやってこんだけ立てればいいだろう。マジでクソだわ。で、クワクワクワ、どこだ、あった。おい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 。で、種をまた埋めましょうね。いやー、次はな、次上がってくる頃にはもっと実ってると嬉しいけどな。いやー、でもだいぶ畑もいい感じだし、暮らしやすくなってきた。で、バケツ回収していこう。もう次まで扉盗んだらマジで切れるからな。もう切れてるけども。もう切れてるけどさ。で、バケツだ。なんかどっかでやっぱゾンビの声してんだよ。これ地下でなんか泣いてんのかな?わからん。
パン作ったでしょ。水入れてから。水入れても下で救えなかった。下に水なかったか。上で持ってった方がいいのかな、一応。なんか下にあったからいいかなと思ったけど。パン作るな。すいません、パン作ってすいません。だってこんだけ作って家作ってないのやばいな、本当に。よく考え、冷静に考えたら家作ってないのやばい気がしてきた。あそこも倉庫にもなってないしな。地面床だ、地面床、床が地面だし、床土ですからね。これで流せばいいってこと？ほい、あれ流せなくない？ほい、こういうことか。すごいいい感じの色にはなってるけど、え、なんか積んでんだけど、どういうことだ。救えないんだけど、なんで救えないの。黒曜石じゃん。黒曜石なのか。破水流れてて水は救え、大量な、あ、そういうこと。これでもさ、戻ってやるのクソめんどくさくないか。 あれなんかあれ止まってるっぽくない、あの水止まってなかった。止める方法ないの、水流れ。マグマタイムしてみないか。してみない。してみません。これ無理じゃん。やっぱ無理しかないのか。じゃあ水なんかもっとバーってなる。あ、なんか青いのがある。あ、鉄じゃん。あれ待って、鉄じゃないか。水がめっちゃ押してくるんだけど俺のこと。押すんじゃねえお前。バケツで水源救ったり防いだり塞いだりしたらいける。水源がどこなんだそもそも。上の方行くか。これなんか鉄じゃなきゃ取れないらしいんですよね。無限水脈作れや。やべえ、なんかすげえ専門用語飛んできたぞ。無限水脈とは一体何なんだ。もったいないか、これもったいないの。やばい、何も見えない。とりあえず水の上の方行くか。石の上で水まく、直接まいたらダメ。はあ、なるほど。なるほどってもよくわかんない。なんかめっちゃすごいやばい音するけど大丈夫かこれ。これ救えないってことでしょ。これどこなのこれ。水源相当奥の方じゃない。水流をマグマに当てる。ああなるほど。あ、じゃあここだってこれ破壊したらいけないか。でもさっきダメだったから無理か。破壊できねえし、なんかクソ硬いぞこれ。それめちゃくちゃ時間かかる。ダイヤじゃないと壊せない。マジか。むずくないこれ。どうしよう。もうこれあれか、もう一回救いに行くしかないか。こうなると水源を作るか。ここに一応壊せるけど、ブロックだから一番時間かかる。へえ、もう一回水すくいに行くか。無限水脈っていうのが作れるんですか。4マス掘って対角線上に水をまきまくる。4分かかる、マジ。1個壊すのにやばくないそれ。あ、ペリカン。ペリカンどうした。なんかいるし、ここにまた。これなんか湧き潰しが甘いんだろうな。全然甘いんだろうなこれ。落ちくんなお前、入ってくんな。水水って漢字に置くと四角のところが無限になる。やってみる、地下で。だから地下に無限水脈作っておくの割と重要かもしれないな。
この辺に作ってみるか、ちょっとここに作ってみようかな。4マス作るんでしょ。まずじゃあここにこうするでしょ。で4マスだとどこ取っても無限で、あ、そうなの。ダメじゃん。もう一個水取ってきて、はい、対角線上に流す。まあなんとなく分かった。4回繰り返、4回とか2回でいいのかな。2回、あ、2回でいいんだ。この往復クソダリー、なんか林トロッコみたいなの作ってた気がするな。トロッコだっけ、なんかあったよね、トロッコですごい移動するやつ。これをこっから流せばいいんじゃないか、さっきと逆ってことは。お、こういうことか。わあ、できた。これか、無限水脈来ましたわ。これか。これをだから待って、どうやって流したらいいんだ。これ黒曜石のせいで流せなくね。ここを破壊してこっから流せばいい。むずいな、これ流すの。どうしたらいいの。今のやつをまた下に作ればいいんだぞ。石の上から流したら、あ、この上か、こういうこと？あ、こういうことか。へえ、なるほど、天才じゃん。適当に流したらいけたわ。こういうことか。ほんとは適当でいけるじゃんこれ。すげえ、適当でいけてる。マジで適当でいけた。いいじゃん、これで。これさ、これもこれは普通に食わせんの。あ、取れそう。これをこうやって流すと、くらこれすげえマグマあんだけど、こんなもんなの。めちゃくちゃありますけど。おい、壊れた。あ、これでさすがに消滅したかな。あ、消滅したっぽくない。あ、まだあるな。これキリなくね。でもさすがにそう、うわ、なんだ。それでその無限水脈とハーフブロック置いても水消えない。ああ、なるほどね。それを本当は上でやった方が良かったってことか。これ怖いな、流すかも。これとりあえずいいんじゃない。もうとりあえずこれでよくないか。最初からそう言いたかったんだけど。ごめんって、そんな怒んないでよ、怖いわ。どうしたらいいんだこれ。これでなんか無限ダメだな。この水はどうしよう。鉄取ろう、まずは鉄取るか。確かに-10 以下の深さ、マグマだまりがたくさん生成されるから採掘しづらい。水源にブロック置けばいい。そういうことなんだけど、これ水源がすげえ奥の方っぽくないか。まあいいか、とりあえずこの辺をまず作ろう。え、こいつしつこいな。でもここは埋めればいいのか、単純に。鉄も、鉄、あ、そうか、鉄燃やすべきだね、確かに。
俺やりたいことがあったのになんか全然いろんなハプニングでやりたいことがやれてないぞ。1,2,3,4,5 ここか、ここまででいいんだ。一回埋めよう、ここ。まあ埋める意味もあんまないけど、なんか綺麗にやりたいからな。水は後で考える。とりあえず今日は反対側を掘る。1,2,3,4,5 合ってるよね。水は後で考えます。レッドストーンってこれ取れ、あ、これ取れだってさ、あ、そうか、鉄だったら取れるのか。そうだ、鉄だったら取れるんだったらこれ回収して、よし、ゲットしたぞ、鉄のつるはし。これ取れるようになったってことね。おー、いいんじゃない。回収しきれてなくない？回収できた。やべえ、迷子になった。やべ、溺れてる。助かった。で、ここはちょっと待って、一回埋めよう。まあどうせまた後で掘るんだけど、一旦埋めるわ。そう、すまん。とりあえず一旦埋めた。まずはこの空間を完成させようぜ。青はラピスラズリっていうらしいですよ。暗いね、確かに。ラピスラズリってなんだ、なんかに使えそう。でもこの辺壁にさ、俺行きたいんだけど、壁どうせ掘るからな。あー、上にも赤いのあるぞ。これがレッドストーン回路に使う。何の音だ、めっちゃあるじゃん、ここ。青の線量エンチャント、あ、なんかそれエンチャントってのあったな。なんか武器が強くなったりするんだっけ、武器とか道具が。あったぞ、そんなの。騎手ライドを見た？見たよ。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白い。でもまだあれだ、ため会だな。来週がクソ面白いから、みんな期待しといてくれ。来週は多分牛黒の領域展開まで行くんだろうな。来週クソ面白いから楽しみにしててくれ。お、でももうちょっとでいける。これ赤いのだけ取っといた方がいいだろうな、後回しにせず。あ、鉄もあんじゃん。マジかよ。待って、めっちゃ鉄あるぞ、上の方に。これ掘りに行くか、さすがに。鉄は欲しいしな。さすがに掘りに行きます。あ、こうか。めちゃめちゃ暗い。一瞬で破壊しちゃった、自分で作った松明。最近の動画プレイングやばくないか。唐突に突っ込んできたな。眠たくなってきた。俺も今辛くなってきた。時間だ。やべえ、なんだ、何が起きた。落下した。すいませんでした。これまだある鉄なさそうじゃない。もうこれブロック置いたらさ、押し出されてこっち来ないかな。むずいな、これ取りに行くの。お、天才プレイング。よしよしよし、うまいうまい。なんかまだあった気がしたけど、まあいいや、とりあえずは。やばい、こ
ここ2日ぐらいマジでやばいと思ったよ、すまん。最近マジでやる気失ってたポケットモンスター。でもやる時間帯はなんか寝起きとかが多かったからな。また明日からちゃんとやるから許して。明日からちゃんとやります。来年から本気出す。最近パーティー表示適当。そんなにパーティー表示そんな適当かな、わかんねえ、そこはわかんねえ。巨大戦慄は高評価。はい、ここいらんないの、ここあ、いけた。これでいいんじゃないか。1、2、3、4、1、2、3、よし、これで揃ってきたぞ。お、いいんじゃないか。で、ここは石で埋めよう、ちゃんと。え、ここ届かないの、もしかして。あ、いけた。そんなに気にしたことないんだけど、レードベースの戦慄だと確定数変わったりする場面って本当にある。なんか無限大内のダメージが変わるらしいけど、個人的にはあんまない。ラプラスが敵をワンパンできることがほとんどないからね。でも今日の動画はそうだった。今日の動画か忘れたけど、あれだよね、なんだっけ、一発目が半分入ってたから二発目打ったら倒せなかったんですよ。両方フリドラで打ったら一発。でもあれはな、仕方ない、逆だったらレード打ってたもん。あれは俺は悪くない。一時的に暗くなるけど、ちょっと待って、この辺と、この辺に置くか。お、いいんじゃないか、これ。レードあんま打たんよね、まあね。レード打たんけど、プレッシャー持ちが多いからな。だから結構近隣戦は気にした方がいいと思うけどね。レードの PP。あんま打たないっつっても。適当にプレッシャー持ち投げただけで4回しか打てなくなるからな。よし、じゃあやるか。作るか、さっきのやつをまた。さっきと同じ感じで作りたいんだよね。歌詞でいいのかな、まあ、歌詞でいいか、とりあえず。おい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 、これでいいんでしょ。あ、まあ、これ掘りまくって、あ、鉄がある。マジで鉄まみれじゃん。なんだこれ、変な柄してるな。さざ波タウンで結局 OK、 なんか OK っぽい、よくわかんないけど、めっちゃ鉄あるじゃん、ここめちゃくちゃ鉄あるぞ。でも足元掘りはあんま良くないらしいからな。うわっ、これか、足元掘りがやばいやつ。やべやべ、危ねえ、危ないとこあった。危うく死ぬとこでしたね。丸石、丸石あった。あ、ミスったな、これ。まあいっか。手持ちのレアなものボックスしまおう。あ、そういうこと。確かにレアボックス、この端っこにしよう。これがレアボックス。これレアですか、腐肉。これレアですかね、わからん。鉄は焼いとこう、もう。鉄は焼こう。お、鉄だいぶゲットしたな。ここには岩を入れとこう。
い、これでいいか。あ、違う。ここか。まあ、これでいいか。とりあえずここをなんか掘るルートだけ作った。まあ、もっと奥に行くけどね、今後。とりあえずは、ひとまずは。その木って何？この木？カシの木。あれ？どうだったっけ？端書きか。もう1列横あったか2倍良くないか。まあそうだね、本当はもっとこっち来たか。適当にやりすぎだ。まあ いや、とりあえずいいや。ここさっき穴開けたからね、なんか結構進んじゃってんだけど。これ上掘りすぎじゃない？これしくったな。上掘りすぎた。こっち行くときちょっと要注意だ。忘れないようにしなきゃ。要注意ですね。あとどれくらいあれば、あと5時間ぐらいですね。嘘。もう終わる。そろそろ終わります。そろそろ終わるけど、やめ時がわかんねえ、このゲーム。あれ、なんか違くない？これ。違うよ。ダイヤが出るまでやろう。ダイヤが出るまで。ダイヤ出したいけどさ。チェストがないと分かりづらいな。あれ、チェストって作れるの？あ、作れるか。いいや、2個だけでいいや。こうして、で4マスだから、あ、ここでいいのか。ここでいいんだ。謎のこだわりだよね、本当に。こんなきっちりやる必要全くない気がする。これもう掘ることあんのか、これ。まあいいや、一応作っとくか、穴だけ。エンダードラゴン倒すと、一区切りつく。ブランチライニング裏でやる。まあ表でやるときもありますよ。裏でなんかこれをやるとかやらないとかあんま決めてないですね、正直。本当はなんかただの作業とか裏でやった方がいいんだろうけど、でも俺聞かなきゃわかんないからな、正直。そのなんだろう。見せたい見せたくないとかじゃなくて、単純に助けてほしいという思いで表でやることは結構あるかも。助けてもらいたい。やばい、ミスった。金になるなら思って。お前すぐ金とか言うな。お前、俺が金目的でマインクラフトとかいう神ゲームやってると思ってるのか。悲しくなるわ。しかも間違えたし。やばい、行き過ぎた。まあいいや。金目的でミルダムやってるじゃん。そうでした。そうでした。すみません。あれ？なくなっちゃった。うわ、余分に使ったのがあれか。響いたか。どうしようかな。一回戻ろうかな。一回戻ろう。てかいいか、この辺のやつ。この辺のやつでいいや。ここなんかあれだな、穴を掘る部屋じゃなくて別ななんかにしようかな。毎回友達とやるとどんないいことがあるの。でも分担してできるんじゃない、いろいろ。俺はここ作るからお前こっち作ってねみたいな。あと殺し合いができますよ、殺し合い。なんか昔ペリカンのこと高所から落として殺した記憶がある。ドラクエの城を作って、でもなんかポケモンっぽい星座なんか作りたいっすよね、せっかくやるなら。なんか腹減ってきたな、ゲームの中の話で。
これなんか物によってやっぱ腹の持ちが違ったりするんですかね。まずパンクを。よし、これでいい感じになるんじゃない？ギラティナ作れ。ギラティナ作るはハードル高すぎない？こうして、こうすると、もう一個奥行きたいな、確かに。麦収穫する、まあ、まだいいんじゃないですか。なんか暗いな、ちょっと。この辺あれか、つけてないからか、松明。ここ掘っていくことあんの？もう一個奥行くか、これ。せっかくだし。それなりに見栄えよくしたいからな。床も木で埋めたいけど、ちょっとさすがにやめとくか。なんか、キリがなくなりそう。裏でやるかもしんねえけど。こういう感じでしょ？ああ、こっちの方が見栄えがいいね。確かに。でもまあ、これどんどん奥になってくんだけどね。今はここでとどまってるけど、これどんどん奥に掘っていく予定ではあるんで。だいぶでも雰囲気出てきたわ、このゲーム。これなんか、丸石じゃない、焼いた石？石が結構さ、シンプルでいいからね。壁はなんかこれ一面石でいいぐらいだわ。麦も収穫しに来てえけどな。あ、壊れた。これ壊れる時のとかちょっと怖いんだよな。石のつるはし。あれ、鉄作んなかった。あれ、鉄作んなかったっけ、さっき。石しかない。まあいいか、石使うか。鉄のやつさ、なんか何個か作んなかったっけと思って、1個しか作んなかったんだっけ。なんかすごい3個ぐらい作った気になってた。音怖いよね、この壊れる時の音。ここのなんか色が違うのが気に食わねえな。でもここどうせ掘っていくからあんま掘っても仕方ないのか。まあいいか。しばらくは掘らない気もするし。何の音だ？すげえ細かくすぎる気がする。ここだってどうせ掘っていくからな、奥に。だけどこだわっちゃいたい、なんか不思議な感じ。すげえこだわってしまいたくなる。うわ、生きてたのかお前。やべえ、木じゃダメじゃんこれ。やべえ、バーニングしてた。これどうなんの。こだわってこそのゲーム。まあそうだよね。どうしたらいいんだこれ。あ、いけたわ。もうなんだよお前、これくそ、なんなんだ一体。この壁は別にこだわんなくてもいいんだよね。あ、やべ、しくった。まあいいや。やばい、しくった。ここ木じゃん。はい。これな、やるか、まあ一応。なんか中途半端すぎるしな。なんかあと暗いし、なんか。こだわりすぎじゃねえか。こだわりすぎかもしれない、さすがに。
やばい、しくった。家は、いや、家多分次回もできない気がする。俺、家結構壮大に作りたいんだけど。だからもう、何でも素材が使え、でもそんなあれか、言ってたら一生できないか。家なんかいくらでも作れるんだから。よし、とりあえずこれで形になったな。あとはこの辺明るくして。おお、いいじゃん。いいんじゃない？だいぶマシになった気がする。これもこの辺も置いといた方がいいのかな。一応怖っ、ここ怖っ。よし、これでいいや。掘るか、これ。掘っていくか。やっと掘れる。石のつるはしだって鉄サーブないの。あ、できてる、たくさん。よし、鉄のつるはしでガンガン掘るぜ。では、よし、鉄のつるはしたくさんギュッとした。で、それでただ透明、普通の石は透明いいや。石のつるはしも預けとくか、一旦。あ、で、道具は違うボックスにしよう。これにしよう。これなんか壊れそうだし、使っとくか。じゃあ、掘っていきますね。よし、鉄ゲットしちゃうぞ、あとダイヤ。これあれか、あれか、これまた砂か。砂だわ、俺。どこまで砂なんだ。これも砂卒業。いや、なんか水ない、ここ。こっちも水じゃん。うわー、めんどくせえ、これ。どうしよう。しかもすげえとこから来てない。え、これどうなってんの。埋めていくか。これどうなってんだ。寝めえよ、寝ていいぞ。滝ですね。これやばいな、でも。これなんか、ここなんかアイテムあるっぽいけど、なんか何？こんなのな、無理だしな。埋めちゃうか。とりあえず埋めよう、まず。落ちないようにしゃがんで。洞窟の水めっちゃ腹立つ。やべえ、ミスったかも、これ。どうなってんの。おいおいおい、こいつ俺を殺す気か。はい、しくった。しくった、これ。よしよしよし、危ねえ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 。難しい、これ。難易度が高いぞ。よし、これで大丈夫でしょ。これできっと大丈夫だ。やると思った。ああ、そうですか。で、またなんか水来そうだな。お、ここなんかあるじゃん。炭がありますね。こっち何？また水じゃん、これ。どんだけ水なんだよ。水好きすぎだろ、ここ。水の音聞こえるな。さっきの水、ここも諦めた方がいいのか。諦めた方がいい、ここ。次の穴、やばい。ダメじゃん、ここ。諦めるか。終わり終わり。ここはもう終わりです。ここはもう制覇した。道が険しすぎるよ。こっちだったらいけるだろ。
おい、マジでさ、なんなの本当に。行かないならサイドギア、そうか、塞ぐか。いや、上に水があるから大丈夫、大丈夫、水があるから、無限水脈があるから。あ、てかもう水入ってんじゃん、このバケツで。この人間さ、やばくない？水の入ったバケツ持ちながらさっきの作業してたの。とんでもないな。マジ難易度が高すぎるよ。お、壊れたか。まあ、ちょうどあの赤いやつ取れるようになったし。もうここ怖すぎる。あ、鉄がある。ここさえ倒せばなんとかなるか、これ。ここさえ乗り切ればなんとかなる雰囲気ないか。これ結構いいんじゃないか、実は。これでもうさ、ねえ、あいついなくなったし、マグマ。なんかこれ赤いのもゲットできるし。なんか上も赤くない？ちょっと待って。上も赤いぞ、なんか。なんなんだ、一体。殺しに来てんだけど、俺のこと。あ、これ上赤いのあるよね。え、怖っ、これ。どっから流れてきてんの、これ。上から来てんの？押して、やばいやばい、こうして上から来てるっぽいよな。違う違う、これ一回さ、このなんとかしなきゃダメだよね。よしよし、これでとりあえず、これどうなったの、どうなったこれ。これ何これ。何が起きた。水もなくなったんだけど、何これ、どういうこと。水どこ行ったの。鉄めっちゃあるな。これ戻れなくなるな、あんま行きすぎると。鉄だけ回収したら、鉄めっちゃある、マジで。とりあえずこれでマグマは潰した気がする。なんかまだコポコもなってきて、隣のあれだろ、隣のあれな気がする。水、滝みたいなやつ。とりあえず水もらっていきますか、一応。上掘るのもマグマ、あー、そうか、降ってくる可能性あるのか。これでとりあえずいいや、進もう。次の横掘るときなんか同じようなとこ。お、また鉄じゃん。鉄めっちゃあるな。レッドストーンのやつもあるじゃん。いいね、マジでめっちゃ鉄ある。ダイヤってでもやっぱなかなか来ないんですかね。水の音がしますね。鉄めっちゃ、わ、またこいつ、またマグマめっちゃ多いな。やべえ、やばいぞこれ。めっちゃ迷いそうだし、やばいぞこれ。どことつながってんだ、多すぎないマグマ。こんなもんなの、マグマの量って。埋めとくか。やばい、しくったかこれ。危ない危ない危ない。
よし、天才、冷静に対処した。まだこいつ往生際悪すぎるぞ。冷静に対処した。よし、このまままっすぐ行こう。なんかさ、これさ、ちょっとさ、怖くない？楽しくなってきた。でもなんかさっきの水と同じことで、まあ、冷静に対処するの結構難しいですよ、実際問題。その人は上から降ってこい。大丈夫？え、これ横じゃなかった？だってちょっとずれてたっしょ。多分大丈夫、上を掘らなければ大丈夫多分。いや、ダイヤを得るためにはこういうことをしなきゃいけない。多分そういうことよ。いや、でもなんかいきなり平和になったな。平和になったけど何もない、何もいいアイテムが出てこない。行けるとこまで行くか。ダイヤ見つかると思うから。見つける？本当に見つかんの？見つけたいけど、ダイヤって多分今までもゲットしたことない気がするわ。いや、それはさすがに言い過ぎか。あ、なんか、おお、なるほど、鉄はありますね。でもここは簡単に対処できそう。これ掘ったらまた出てくるかな。これ出てきそうだな。いや、俺は行くぞ。あ、行けた、大丈夫だった。あ、上にもあるじゃん。でもこれまた出てきそう。怖っリスクがありすぎる。マグマどうにかして、これどうにかってもどうにかできんのこれあれか、これはこの元を倒せばいいのか。元を潰せばいいけどさ、元をさっき潰したつもりだったんだけど、どうにかできるもんなの。あ、マグマもバケツで保存しとくと便利なことは。バケツで保存できんの？この人間強すぎるだろ。これは炭ですかね。横行くとなんか来そう。大丈夫だった。だ、そうそう、松明が足んなくなってきたな。松明がなくなったら戻るか。上にもある。あ、本当だ、すごい。上怖くない？これ上めっちゃ怖いんですけど。あんま焦らずやるか。誰だ、赤らの正体誰だ。あって、これ横掘るのもめっちゃ怖いんだけど。正体ってなんだ、知らん。松明はすぐ作れるやろ。松明ってこの場で作れるんだっけ。これさ、うまいのなんかある、鉄とかこの赤いのあるけどさ、こっち方面やばくないか。どこまで行けんの俺。めっちゃあるな、めっちゃある。攻めるか、攻めるべきだわ。松明ってこの場で作れんの？どうやってやんだ、こういうことか。あ、作れる、すごい。うん、あとあれだ、棒を作りたいから。あ、間違えた。操作性が悪すぎる。棒って確かこうだよね。棒作って、こういう感じか。あ、これでいいじゃん。あ、これ炭か。どこまで掘れるんだ俺。
切るとこまで行くか。なんでスイッチにしたの。まあポケモンと切り替えるのに楽かなと。あとプロコンがそのままプロコンでもパソコンでも使えるけど、でも Bluetooth のなんかの接続とか考えるとな、解除したりとかがめんどくさいから。あ、またあるじゃん鉄。こうやって鉄とこの赤いのめっちゃありますね。これかなり成果はでかい気がするな。今回かなり成果が出てるぞ。リスクを犯しただけのことはあるわ。でもこのなんか調子こいてるとな、マグマで死んで一生回収できなくなるかもしれない。マグマで死んでくれたら見たい。俺は見たくないな。俺は見たくないわ。何の成果も得られてるでしょこれ。成果、お、これなんだ、これダイヤモンドっぽくないか。これなんだ、これダイヤじゃない、違います、ダイヤモンド来た。やった、マジで来た、ダイヤモンド本当に出るんだ、ダイヤ、やった、ダイパーリメイクしたわ。もうないよな。あ、まだわかる、ダイヤをマグマに投げるという絶対嘘だろそれ。頭を掘らない方がよかった。まあいいや。でも一回戻るか。俺さて、この成果が十分得られた。で、またここ掘りに来てもいいな。ここはまだ掘れる。ここはまだ掘れる気がする。剣作った方がいいの。でもあれか、倒しやすくなるもんな。確かに。剣作るか。クワ、クワはないわ。クワは絶対作んねえ。剣だろ、これまずは。あ、防具も作れんじゃん。やった、作った。あ、防具は作れないんだ、もう。ツルハシ、え、ダイヤのツルハシってなんか一生壊れないとかそういうのないっすよね、別に。あったらすげえいいけど、絶対ないだろうな。まあ、とりあえず今、剣とツルハシは作ったわ。預けよう。あ、黒曜石が、あ、なるほどね、確かにそうだ。剣、いやでも剣結構多分重要だと思うよ。あ、で敵倒すのな、剣なんかあんま消耗しないし、なんか作り得な気はしてる。勝手に。勝手にそんな気はしてる。で、鉄はこの中突っ込んどこう。もう一回行くか。これ黒曜石か、これが掘れるってこと。これも壊れないみたいなのがあったらすごいいいんだけど、さすがにそんなんないっすよね。だって水はあってもいいな。階段がいらないじゃん、これでいいや。これが掘れるってこと。掘れてんの本当に。これ掘れてるんですか。ダイヤでも結構時間かかる。あ、そうなの。あ、でも取れた。え、めっちゃ時間かかるじゃんこれ、めんどくさ。これこそ裏でやるべきか。それ10個ぐらい集めとこう。マジで集めるじゃん。これこそ裏でやるべきかなって気がしてきたけど、あ、これじゃねえ、やべ、間違えた。桃鉄よりマシ。まあ確かに。一段上から掘ってくれ。確かにそうだな、いつマグマが来るか分かりませんからね。めっちゃ時間かかるじゃんこれ。え、だるこれで家作れ。これ何個集めたらこれで家作れますか。あれもう家のワンポイントとして使えるかもしれないよ。確かに黒曜石で作りてえわ。確かに床とか、床黒曜石にするか。何個必要なんだ。いや、色でも確かにめちゃくちゃいいですよね。おしゃれ。てか、そろそろ終わんねえと、さすがに。やりすぎだ、俺、いくらなんでも。これ掘ったら終わるか。これ掘ったらでもめちゃくちゃあるぞ。何個ゲットした？ 10 個ぐらいでいったから、あと2個ゲットしたら終わるか。
ネザーゲートって10個なの。やった分だけ金になるしよくね。いや、金が全てじゃないですからね。僕もプライベートというものがありますので。耐震性があるから最強の家が作れる。耐震性もあんの。最強じゃん。これがプライベートじゃん。いや、さすがに終わるわ。ちょっと待って、終わる。キリーし、あと30分やんないか。いや、もう終わる。もう疲れちゃった。でも面白い、マイクラ。またやるわ、これ絶対。近いうちに、明日とか。明日にやるわ。これ突っ込んどくか。で、見に行こうかな。てか、このな、このフロアちょっとなんとかしたいのな、ここ。まあいいか。見た目だけ整えて終わりにするか。明日何時？やるとしても夜だな。裏で雑、でも雑用、これ全部雑用じゃないって見れば。やべ、めっちゃ雨降ってる。雨の中寝るか。とりあえず麦を取ろう。とりあえず麦取ろうぜ。収穫じゃ。いや、でも本当畑はかなりいい感じにできたな。皆さんのアドバイスのおかげですね。畑はマジで結構いい感じにできた、思ってたより。今余計なの取っちゃったな。まあいいや。ずっと働きづらかったのに、雨ざらしのベッドで寝るの。不憫すぎる。確かに。確かに。こいつ相当働いてますからね。尋常じゃないレベルに働いていくから、こいつ。いや、でもこれで食料問題解決したな。これでもう無益な殺生を犯さなくて済む。木ももうあんま困る。まあ木でも他にも種類があるからな。木はまだ集められるけども。まあでも基本のなんか2種類みたいなやつはもういつでも取れるしな。採掘場もまあそこそこ完成してきたし、かなりいいんじゃないか？ 2 日目にしてこれですからね。マイクラの才能あるかもしんねえ。まあ2日目だからな、これで初めて。かなりセンスがあるかもしんねえ。まあ、こっち植えれるほどの種がねえのか。氷って何かに使えるの？なんか使えそうだけどな。試しに使ってみるか、ダイヤソード。こいつ逃げる気か。やった、肉もらった。カバももらった。肉焼いとこう、ここで。あ？んで今入んなかったんだ。これ入れて。肉。卵とかいらんか。へえ。誰？俺の扉パクるやつ、マジで。誰？ほら、本当に。マジで何なの？さっきからずっとずっと。何が起きてんの？本当に。何？これザ・ゾンビとかじゃなくね？だって。だってゾンビ湧くのか？ここで。湧くんだろうな。ふざけんなよ、マジで。ハードはゾンビが扉壊せ。どこでゾンビ湧いてんだよ、そもそもの話として。もう何なの？クソすぎんだろう。違うわ。屋上？あ、屋上にいんのかな？そういうこと？そういうことか。ちゃう。あ、待って、まずパン作ろう。あれ、パン作れないじゃん。あれか、作業台じゃなきゃ作れない的な。屋上の脇潰ししてないからってこととかあります？色違うの気になるな。そういうことか、もしかして。
そういうことか。それはありえる。そういうことかな。だからすげえやべえやついんだけど、あそこに何匹も。こんだけ置いとけば、あ、なんか違う。こんだけ置いときゃ大丈夫だろ、さすがに。それなんでドアだけ壊すんだ、マジで。卵ゲットしたわ。こいつは一回も餌あげてないけど大丈夫かな。まあ元気に生きてくれ。預けとこう。あとはいいか。あ、レッドスターンとか預ければよかった。あのヤバいクマほっとこう。あ、でも木一応育ってるな。あとは島根人に挨拶しようかな。島根人に挨拶して。ん？あ、いたわ。お疲れ。卵を産んでるこいつ。この環境で卵を産んでるぞ。相当タフですね。かなり強い。あーでも木やっぱこれ四隅は咲いてないっぽいな。てか埋まってないとこあるし。まあこれはいいか。とりあえずあとは裏でちょっとちょこっと作業しておきますわ。洞窟探索とかしねえか。次回とかしてもいいな。実はね、この辺洞窟埋めてるんだよね。この辺にあった洞窟。だけど海の向こうとか行ってないから、次回探索しようかな。確かに。あっちの方とか絶対なんかあるっしょ、俺。あっちの方。滝とかあるっぽくない、あそこ。わかんない、なんかありそう。次回ちょっと探索するわ。海の向こうにはきっと自由が。そう。俺は海の向こうで人が生きてると知って、がっかりした。ということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。